最近は YouTube にもいろんな芸能人の人が参入してきてるよね。確かにな、アイドルや俳優、歌手や格闘家、果てには政治家まで動画に登場する時代になってるからな。時代って感じだよね。まさに大 YouTube 時代。まさにその通りだね。自分の好きなことをしてお金を稼ぐって魅力的だもん。とはいえ、数が多すぎる上に芸能人まで参入してきているから、新人 YouTuber には辛いだろうぜ。VTuber って言うてもあるけど、あっちも飽和状態だからね。考えたんだけど、僕たちも VTuber って言えるのかな？お前みたいな感のいいガキが嫌いだぜ。は珍しくアニメネタだね。いいね、もっとやろ。まあまあ、そろそろ本題に移ろうよ。今回は多国籍合同軍事演習タリスマンセイバー21を筆頭に行われている、各国の中国を想定した出来事を解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2021年9月に突如として、フランスからのシフラン級潜水艦を通常動力型へ変更しアタック級として調達する計画を破棄し、アメリカもしくはイギリスからの技術供与を得ての原子力潜水艦保有に舵を切ったオーストラリア。この動きは2021年の3月時点から対地攻撃能力を備えた潜水艦を急いで、入手したいと考えたオーストラリア側の打診から極秘に進められ、アメリカとイギリスの思惑とも合致して異例の急展開を見せたと言えるね。そうしたオーストラリア、アメリカ、イギリスの同行を目の当たりにすると、同年7月にオーストラリアで行われた複数国間の合同軍事演習タスマリンセイバー21にも、この3カ国の強固な意志を感じずにはいられないな。そうだね。今回のタスマリンセイバー21は海軍としては、オーストラリア海軍、アメリカ海軍、海上自衛隊に加えてオブザーブ参加としてカナダ海軍、韓国海軍らの艦艇も複数参加しており、上陸作戦の合同軍事演習を支援したとのことだよ。本演習のメインとも目される上陸部隊には、オーストラリア陸軍、アメリカ海兵隊、イギリス海兵隊、そして日本の陸上自衛隊からは水陸機動団が参加していて、島嶼部への上陸を行う水陸両用演習が敢行されているんだって。もともとタスマリンセイバー演習は前回まではオーストラリア、アメリカ、日本の3カ国が集え合同軍事演習であったんだが、海洋進出を強める中国に対する懸念からこれを牽制する意図で3カ国が評価したと考えられるぜ。YouTube 上に公開されている今回のタスマリンセイバー21の動画の映像には、オーストラリアの小型の上陸用船艇に乗り込んで行動する水陸機動団の隊員らの姿が記録されていて、島嶼部奪還を基とした内容だとわかるんだ。日本においては尖閣諸島や南西諸島方面へ中国軍が侵攻し、それらの島々を上陸占拠された場合にその奪還をすることを想定して、これに対処する部隊として陸上自衛隊内に水陸機動団が新設されたという経緯があるよ。現在の水陸機動団は長崎県の佐世保にある愛之浦駐屯地に配備され、合計2400名ほどの2個連隊規模の兵員で運用されているけど、将来的にはあと1個連隊を増強し、合計で3個連隊3000名の規模となる予定なんだって。水陸機動団は日本版のアメリカ海兵隊と形容されることが多いが、くしくも今回はその手本たるアメリカ海兵隊や、イギリス海兵隊、そしてオーストラリア陸軍との合同水陸両用演習を行ったことになるな。これらの中ではオーストラリア軍のみが陸軍の第一師団の兵員を参加させているが、水陸両用作戦への対応は極めて専門性の高い領域と考えられるため、装備編成を含めて今後ら専門部隊が整備されるのかもしれないぜ。今回のタスマリンセイバー21に参加した各国海軍の主要艦艇は、オーストラリア海軍がキャンベラ級強襲揚陸艦の1番艦キャンベラ、イギリスから譲渡された米型補助揚陸艦のチョールズなどを投入しているよ。キャンベラ級強襲揚陸艦ってどんなものなの？キャンベラ級強襲揚陸艦は、満載排水量約2万8000トン、全長 230.8 メートル、全幅32メートルの艦隊で、航空輸送能力は最大で12機の中型ヘリ、また海上輸送能力は戦車1両を揚陸可能な LCM-1E 型上陸用船艇4隻を収容するものとなっているよ。このキャンベラ級強襲揚陸艦は、1番艦キャンベラが2014年、2番艦アデレードが2015年に就役しており、2021年現在航空母艦は保有していないオーストラリア海軍では最大規模の水上戦闘艦なんだ。このためアメリカのラスプ級やアメリカ級などの強襲揚陸艦と同様に、短距離離陸垂直機着陸が可能な第5世代戦闘機 F-35 ライトニング 2B 型の艦載機化が取り沙汰されることも多いが、現状オーストラリアには同機の導入予定はないと言われているぜ。
ただし日本の護衛艦出雲や加賀が F-35 ライトニング 2B 型を運用可能な航空母艦へと改修攻撃を施していることや、その後にアメリカ海兵隊のドイツとのクロスデッキ運用が想定されていることから今後は変わる可能性もあるだろうな。オーストラリア軍事隊が F-35 ライトニング 2B 型を導入しない場合でも、甲板への耐熱工事が可能でその運用が可能となれば、アメリカ海兵隊の同期がキャンベラ級強襲揚陸艦への離発着を選択肢とするなど作戦の幅も増えると思われるよ。オーストラリア軍事隊が F-35 ライトニング 2B 型を導入しない場合でも、甲板への耐熱工事が可能でその運用が可能となれば、アメリカ海兵隊の同期がキャンベラ級強襲揚陸艦への離発着を選択肢とするなど作戦の幅も増えると思われるよ。キャンベラ級強襲揚陸艦のベースであるスペイン海軍の強襲揚陸艦フアンカルロス1世は、垂直短距離離着陸が可能な AV-8B ハリアー2を艦載機として運用しており、こちらは F-35 ライトニング 2B 型への対応も検討されているんだ。さて今回のタスマリンセイバー21に海上自衛隊が参加させた艦艇は、高波型汎用護衛艦の3番艦である巻波1隻のみであり、その艦載機たる SH-60 軽哨戒ヘリと洋上での合同軍事演習に従事しているよ。高波型汎用護衛艦巻波ってどんな護衛艦なの？高波型汎用護衛艦巻波は、基準排水量4650トン、満載排水量6300トン、全長151メートル、全幅 17.4 メートルの艦隊を持ち2004年に就役しているが、すでに後継の秋月型や旭型も就役している旧式艦ではあるんだ。巻波は今回の合同軍事演習では、水上戦闘における射撃訓練や、対潜水艦戦闘などを行ったとされていて、同艦は無論通常の汎用護衛艦であるため、陸上自衛隊の水陸機動団はオーストラリア海軍艦艇から演習に従事したのだろうね。引き換えアメリカ海軍がその規模に準備と艦艇群をタスマリンセイバー21に投入しており、アメリカ級強襲揚陸艦1番艦で佐世保を母港とするアメリカを筆頭に合計6隻もの艦艇を参加させているぜ。強襲揚陸艦アメリカ以下、サンアントニオ級ロック型輸送揚陸艦の2番艦ニューオーリンズ、ホイットニーアイランド級ロック型揚陸艦の2番艦ジャーマンタウン薬畜艦、補給艦がその内訳だな。サンアントニオ級ロック型輸送揚陸艦ニューオーリンズは、アメリカを含む2番艦までのアメリカ級強襲揚陸艦がウェルドックを廃止し、水上揚陸能力をなくしているため、この補完を目的に同様に佐世保に同時配備されているよ。このように一度は今後大規模な敵前上陸作戦の可能性は低いと踏んで、アメリカ級強襲揚陸艦2番艦トリポリまではウェルドックを廃止し、揚陸は航空機中心に行うとしたアメリカだったが、中国の台頭にこれを元に戻すことにしたんだ。よってアメリカ級強襲揚陸艦3番艦ブーゲンビルからはウェルドックを再度完備することになり、この揚陸確保のために航空機用の艦内のスペースは削減せざるを得ず、従来の運用に回帰したと見ることができるな。ただこうしたアメリカ軍の強襲揚陸艦に見る方針変更は、前年の非正規軍に向けた非対称戦から、再び主として中国軍を対象とした正規軍同士の対称戦への回帰も意味しており、軍全体の編成にも変化を及ぼすと見られるぜ。タスマリンセイバー21に先駆けて7月上旬に鹿児島県の奄美で実施された日米のオリエントシールド21や、さらに前の5月に鹿児島で行われた日米豪仏での4カ国での ARC21 合同軍事演習からも、そうした傾向は顕著に感じられるね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ついにあの棒鬼退治大人気アニメの2期がスタートしたね。1期や映画の盛り上がりを考えると当然だな。一世を風靡したし、現時点で殿堂入りアニメだぜ。あのアニメは日本の古き良き大正ロマンを感じさせつつ、鬼に立ち向かう少年の強さ、そして仲間たちとの絆が細かく書かれていますからね。牛肉調が評論家だな。まあ確かにその点には同意するし、付け加えるなら悪役である鬼たちにも焦点が当たっていて、心底憎める敵がいないってのの肝だよな。意外としっかり見てるんだね。意見がガチ勢のそれだよ。なんなら僕よりいいところついてるしね。だって面白いんだぜ。なんだかんだアニメ好きだよね。とまあ、そろそろ本題に入ろうか。今回は尖閣諸島に張り付く中国海軍艦艇が実戦モードに入りつつあるという噂について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。
2021年5月現在、中国海警局艦艇は100日以上連続で尖閣諸島周辺に出没し、日本の民間漁船への威嚇行動や領海侵犯を繰り返しているが、その海警局艦艇と行動を連動させて護衛任務についていると思われる中国海軍艦艇が常時2隻、尖閣諸島北方海域を航行しているよ。産経新聞によると、尖閣諸島の北方約 90km の北緯27度線付近を航行しているこれらの中国海軍艦艇が交代時に米軍や自衛隊に艦艇を識別されないことを目的として時間のレーダーを切って航行しているとして、実戦を想定した行動でないかとの懸念を持って監視警戒に当たっていると、複数の政府関係者が明らかにしたんだって。また、この任務に就く中国海軍艦艇は3年ほど前から、中国本土を出航する際にレーダー波を出さずに航行しており現地到着後に作動させているとも言われていて、艦艇を識別されないようにすることが有事の際にはよく見られる行動であるというぜ。しかしながら、対空レーダーらともかく水上レーダーまで作動させずに航行する行為は民間船舶との衝突を、危険な行為であり、平時の軍艦の行動としては異例のことであるとしているな。明らかな敵対行為に加えて無関係の民間船舶にも危険が及ぶ可能性があるんだから、ほんとはた迷惑な話だよね。うんうん、尖閣諸島北方に待機している中国海軍艦艇は駆逐艦やフリゲート艦とされ常時2隻で行動していて、尖閣諸島に張り付いている海警局艦艇の行動とリンクした動きを見せているのであるけど、米軍と自衛隊はこれらの艦艇が発するレーダー波のデータを保有していてその違いによって艦を識別しているんだ。しかし、レーダーを作動させず米軍と自衛隊に艦艇ごとの行動を把握させないようにするためとはいえ、現場到着後に時間のレーダーを作動させれば、たちまちに米軍と自衛隊が察知できるので艦艇の識別は可能であり、その行為には意味がないように思われるね。日本の識別能力を舐めてるな、もしくは力量を測る一環か、どちらにせよ敵対行為は明らかだな。そうだね、そのためか、一部の中国海軍艦艇では時間のレーダーを使わずに日本製商船用レーダーを搭載して使用しているとされ、これによって艦艇の識別を妨害するとともに行動を把握されないようにするのであろうと考えられているよ。米軍も自衛隊もこのような中国海軍艦艇を識別するためのレーダー波探知の他に、米軍の偵察衛星からの情報で常に中国海軍艦艇の行動を監視しているが、東シナ海で活動する中国海軍艦艇は最近では偵察衛星が上空にいない時間帯に出航するなどして、動きをつかませないようにしている動きを見せているとのことだよ。また、以前から中国海警局艦艇が尖閣諸島の領海内に侵入する際に、台湾付近に中国海軍のミサイル艇が展開していることが指摘されているほか、中国本土沿岸では地対艦ミサイル部隊も展開していることが判明していて、尖閣諸島への海警局艦艇に対する海上自衛隊護衛艦の接近を牽制しているのであろうとされているな。このミサイル艇は中国海軍東海艦隊の所属の22型砲兵型ミサイル艇と見られていて、排水量220トン全長43メートルの小型艦艇ながら雷霊83艦対艦ミサイルを8機装備しており、50ノットの高速で航行することが可能で、中国海軍では83隻を保有しているが、艦番号が書かれておらず艦艇の識別はできないでいるぜ。現在の尖閣諸島を取り巻く状況は、中国海警局の艦艇が4隻、2隻ずつにグループに分かれて尖閣諸島の接続水域に居座り、日本の漁船を追い回しながら領海侵犯を繰り返していて、それを海上保安庁の巡視船が阻止、また尖閣諸島の北 90km の北緯27度線に中国海軍の艦艇2隻が待機しているのを、海上自衛隊の護衛艦が監視中と、尖閣諸島周辺はまさに一触即発なんだよね。遡ること5年前の2016年8月、尖閣諸島をめぐる緊張が高まる事件が起こっているんだ。それってどんな事件だったの？中国海警局艦艇20隻を護衛に中国の漁船400隻以上の大船団が押し寄せ、その中には100名以上の海上民兵が乗り込んでいて、尖閣諸島に上陸する可能性があるとされたんだ。結局、民兵による尖閣諸島への上陸はなかったけど、一時は8月15日の終戦記念日に海上民兵が尖閣諸島に上陸を果たす、などとのデマが流れるほどであったんだって。尖閣諸島周辺が航漁場として知られていて、日本の漁船と台湾の漁船とでトラブルが発生したことがあったが、中国本土からは距離があり燃料費などを考えると採算が合わないため、それまでは本土から操業に来る漁船がほとんど見られず、
この出漁は中国当局からの命令であったというぜ。ちなみに海上民兵とは退役した軍人などによる準軍事組織で、戦闘の後方支援的に国境防衛警備物資輸送治安維持などを任され、そのために必要な軍事訓練を受けているんだ。ほとんど軍出身と遜色ないんだね。そういうこと。かつて1070年代には中国全土で3000万人いた民兵は、2011年には800万人に減少したんだけど、近年の中国の海洋進出に合わせて海上民兵に限ってはむしろ増強される傾向にあって、中国軍事専門家によれば30万人ほどの海上民兵が組織されているというよ。以前は台湾侵攻に向けての兵力として組織されていたようであるけど、近年では東シナ海、南シナ海で自らが作り出した緊張の高まりによって、東南アジア諸国の全てを仮想敵国としているようだね。そして今回、もし尖閣諸島に中国の正規軍が上陸を強行するようなことがあれば、自衛隊に防衛出動が発令され、日米安保によって米海軍の予備空軍と共に中国軍と対峙する事態となるわけであるが、おそらくはそのようなことにはならないだろうな。習近平が率いる中国はとても狡猾で、尖閣諸島を実行支配するに際して自衛隊が攻撃を仕掛けられず、米軍が参戦できないように運ぶとおもられ、そのために必要な存在がこの海上民兵なんだよ。ある日、海上民兵を乗せた漁船が分散して一斉に尖閣諸島の上陸可能な各島を目指す動きを見せ、それを阻止しようと海上保安庁巡視船が中国漁船に警告を発し威嚇するために接近すると、中国海警局艦艇がそれを阻止しようと間に割って入るか、あるいは巡視船に対して発砲する。これに対して自衛隊に海上警備行動が発令され護衛艦隊が出動。この間に発砲を受けた巡視船に物損被害、最悪の場合には人的被害が発生して退避、そして尖閣諸島には海上民兵が上陸を果たし各島にご成功き翻るっていうのが彼らの大まかなプランだろうね。この際に海上民兵の武器が護身用の小銃くらいのものであれば、領土を無力攻撃されたと認定することが困難となるからな。さらに中国側によって海上民兵を民間人であると発表されてしまうと全くのグレーゾーンとなり、防衛出動への発令も米軍が日米安保第5条を適用することも難しくなるんだよ。そんなの卑怯だよ。だがこれも吠えの裏を書いた戦略なんだよな。だからこそ、日本はその穴を埋めてつけ入る隙をなくす必要があるんだ。そんなこんなで対応に苦慮しているうちに中国は尖閣諸島を実効支配することとなって、南シナ海と同様に着々と基地化を進めていくことになるだろうね。最近の中国の動きを見ていると、これらの想定が現実となる可能性が高いと考えざるを得ないし、日本政府においても実戦モードへの切り替えが必要と思われるよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。海上自衛隊の潜水艦探知能力は世界でも有数とされているけど、果たして本当へのところはどうなんだろうな。技術力や乗組員の連動を考えると、有数って評価も妥当だと思うな。実際、中国の潜水艦をしっかり探知しているし。あいつらはこちらの能力を試している隙もあるからな。探知できているからって油断は禁物だぜ。優れているからって天狗になっちゃダメだよね。その点日本は慎みを持って精進できる国だから、大丈夫だよ。そうだね。まずは近年、ステルス性を高めているとされている中国海軍の原子力潜水艦の行動を、把握できているのかについて見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。現在、日本近海における仮想敵国の潜水艦探知においては、哨戒機 P1 および P3C による毎日の定期的な哨戒飛行が実施されているほか、公表はされていないものの尖閣諸島付近においては潜水艦による海中からの哨戒も継続されているものと思われるよ。またその他に操作すサウンドサーベイランスシステムと呼ばれるアメリカ海軍が世界中の海に張り巡らせている海洋監視システムを日本近海においては共同で運用しているんだ。アメリカと日本の共同運用なら資格なしだね。ちなみに海洋監視システムはどんなものなの？この海洋監視システムは海底に水中固定超音機パッシブソナーを設置して、その上を通過する艦艇から発せられる音響を探知するもので、海底ケーブルを施設するか独立で設置されるんだ。近年では、艦艇から発せられる音響への探知だけでなく、その周囲に発生する水中電解アンダーウォーターエレクトリックポテンシャル UEB を探知するシステムが実用化しているとされているぜ。水中電解？この水中電解とは、
艦艇や潜水艦などの海水と接しているアースとしての金属部分があり、そこから艦内の電気が海水に放出されて電解を生じる現象のことで、常に艦艇や潜水艦からしているため、船体全体に帯電している電磁を消し去ったとしても常に発生しているとされているよ。どんなに隠密性が高くても、電気を発する異常は隠れられないってことなんだね。とんでもない索敵性能だね。この水中電解を捉えるためのセンサーの開発が防衛庁艦艇装備研究所において進められていて、実はすでに運用が開始されており、先日発生した中国原子量潜水艦が尖閣諸島の接続水域を潜航した事件において、探知したのがこのシステムではないかとされているんだ。海上自衛隊ではかつての東西冷戦時代から、津軽海峡、津島海峡、北海道東部から下北半島にかけてなどにおいて、ソ連の潜水艦の動向を監視していたよ。近年では中国海軍の東シナ海における防御部品の活動を監視するために、南西諸島全体に最新型の音響監視装置を備えた操作数を、沖縄本島にあるアメリカ軍施設を中心として敷設されていることが明らかになっているが、その詳細は日米安保における最高機密となっているぜ。沖縄県のうるま市にあるアメリカ海軍のホワイトビーチ基地内に、海上自衛隊沖縄海洋観測所がその拠点として設置されていて、ここから海底に伸びる2本のケーブルによって、九州南部と台湾沖まで数百キロに最新の水中超音機が数十キロ沖に設置されているとされているよ。ちなみにこの観測所には海上自衛隊の潜水艦のソナー要員経験者が超音を担当しているほか、アメリカ海軍からも人員が派遣されていて、収集された情報は完全に共有されているんだって。この操作数は、水上艦艇や潜水艦に搭載されているソナーが、接近してくる敵を探知する近距離探知能力しか持たないことと比べると遠距離探知が可能で、九州南部から南西諸島を広くカバーすることが可能である反面、ケーブルの両端の陸上に管理施設が必要となる欠点があり、そのため日本近海では宗谷海峡はもちろん、朝鮮海峡では韓国の協力がなければ設置することができず、さらには与那国島と台湾の間も設置が難しいんだ。協力であるがゆえの欠点ってわけだね。そういうこと。また、中国が多数の軍事施設を建設している南シナ海においては同国海軍の原子力潜水艦基地が極秘裏に建設されているとの噂があるが、この海域をカバーできるような操作数の設置はアメリカ海軍でも実現不可能だろうね。かゆいところに手が届かない感じだね。そこで、中国の原子力潜水艦の探知については移動式の操作数が注目されているんだ。移動式にすることも可能なの？すごいね。敵国の潜水艦の動向を探知したいが、陸上に施設を設置することができないのであれば、洋上を航行する艦艇に攻撃を監視できる高性能のソナーを積み込み、洋上にそれらを浮かべて引っ張ればよいとの発想からできたのが、サータスサーベイランス飛ぶアライソナーシステムなんだ。もともと水上艦艇や潜水艦がソナーを曳航しながら敵潜水艦を探知するための、戦術曳航ソナーシステムである、タックタスタクティカル飛ぶアライソナーシステムがあったが、これは実際に戦闘が発生している戦術レベルで使用するもので、このサータスはそれと違って広域な探知が可能であり、哨戒機と同様の早期警戒を目的としているんだぜ。その艦艇は海洋監視艦と呼ばれ、アメリカ海軍では監視記号 AGOS されているよ。この海洋監視艦自体は東西冷戦時代から任務についていたものであるが、現在は南シナ海に展開しており、それに対して中国海軍が牽制するといった事件も発生しているよ。実は、海上自衛隊においてもこの海洋監視艦を保有していることがあまり知られていないんだぜ。2021年3月4日に岡山県の三井 E&S 造船株式会社玉の艦船工場で、響き型音響測定艦秋が海上自衛隊に引き渡され、3隻目の音響測定艦として就役したんだ。この音響測定艦こそがサータスを運用して中国の原子力潜水艦の早期警戒任務に当たる海洋監視艦なんだよね。潜水艦を2隻並べたような想像の上に幅の広い甲板を持ち、真横から見ると四角四面に見える個性的な船体の響き型音響測定艦は、満載排水量3800トン、全長 67.0 メートル、最大幅 29.9 メートルで、40名の乗員を乗せて最大速力11ノットで航行し、兵装は搭載しておらず、ANU992 と呼ばれる新開発の SURTASS が搭載されているぜ。まさに索敵洋艦だね。ちなみに ANU992 はケーブルの全長が1800メートル、
栄光アレイが約2600メートルの長さで、150メートルから460メートルの振動3ノットで栄光されるぜ。この間の任務はその正確場から長期にわたることが考えられるため、乗員の居住区間では乗員の快適性に配慮されていて、トレーニングルーム、自習室などがあり、生鮮野菜の確保のために野菜栽培機などが搭載されているほか、物資補給や負傷者や傷病者が発生した際に搬送するため、ヘリ甲板が設置されているよ。大乗組員にも優しい仕様なんだね。確かに責任のある仕事だから、乗組員の方々には適度にリフレッシュしてほしいもんね。また、この響き型を運用する第一音響測隊では、これまで響きと播磨の2隻を3つのクルーで運用するクルー制を導入していたけど、秋の収益によって3隻を4クルーで運用することになり、1隻が稼働1隻、1隻が訓練、そして残り1隻はその間整備され、1クルーが完全休養できるローテーションが可能となり運用性が向上するとされているよ。中国海軍では現在、これまでの093型原子力潜水艦よりもさらに静粛性が高められているとされる、095型原子力潜水艦の開発が進んでいるとの情報があるけど、どれほど静粛性を高めたとしても、原子炉を停止できない原子力潜水艦から漏れる音を遮断することはできないんだよね。そのために、海上自衛隊とアメリカ海軍のタッグによる潜水艦監視網から、逃れることは不可能だと考えられているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。来た来た来た、レールガンなんて中二病の最高峰だよ。初手からテンションすり切ってるな。だってあのレールガンだよ、超電磁砲だよ、コイン飛ばすだけでビルに穴開けちゃうんだよ。ちょっと待て、わかってないただそれアニメの話だよ。ひさかちゃん可愛いよね。まあ否定はしないが、とにかく現実的に考えようぜ。今回は現実的なレールガンの話だからね。うん、でもやっぱりロマンだからね。早く本題に入ろうよ。わかったわかった。それじゃあ行ってみよう。まずそもそもレールガンとは、従来の火砲のように削薬の力で砲弾を発射するものではなく、物理学でいうローレンツ力、要は電磁気の力で砲弾を発射する近未来の兵器として、各国で研究が進められてきたものなんだ。レールガンの予備知識に関してはバッチリだよ。外伝までしっかり主張済みだからね。知識の出どころがアニメってのがお前らしいな。でも実際、一足早く SF やアニメの世界では最先端の軍事兵器として描かれることもあったけど、現実の世界では実用化は遠く、実際に軍隊が使用するレベルに到達はしていない模様なんだよね。そうなの？あからさまに落ち込むなよ。世界各国の軍隊においてレールガンの実用化に対する意見は様々だが、日本では2021年8月末に公表された令和4年度防衛予算の概算要求にも同内容の研究が記載されており、将来的な投資を行う方向にあるよ。日本の防衛省ではレールガンの運用を、自国の水上戦闘艦に向けて発射される敵の極超音速対艦ミサイルの対空迎撃に用いることであったけど、将来的には対地及び対艦攻撃用への応用も視野に入れているらしいんだ。現在の日本の仮想敵国とされるロシアや中国が極超音速兵器のしるべ対策とも言える一環で、前者の対艦巡航ミサイルチルコンや、後者の DF-17 の脅威に、対抗する対空兵装とするのだろうね。ロシアのチルコンに関しては2020年10月および11月に、同国海軍のフリゲート艦アドミラルゴルシコフの VLS から、発射実験を行った際の映像が YouTube 上でも公開されて注目を浴びており、実戦配備も直近だと思られるぜ。この発射実験でチルコンは飛翔距離 450km、飛翔速度マッハ8だと公表され、スクラムジェット推進方式での石油系燃料として最高潮といられる、飛翔速度のマッハ8をすでに叩き出しているとのことが、飛翔速度をマッハ6に抑えたら、今回達成した飛翔距離 450km の倍以上の距離が物理的には到達可能であるため、チルコンの最大射程は 1000km 以上になるという声も聞くぜ。一方中国の DF-17 はトンプー17とも呼ばれている極超音速滑空ミサイルのことを指し、2019年10月の軍事パレードで初公開されたが、全 DF-16 弾道ミサイルを改良し弾頭部分が極超音速滑空体仕様となっているよ。この DF-17 は推定値で水平飛行距離が 1400km、最大到達高度 60km、平均速度マッハ6以上の性能を有すると推測されており、最大高度到達後に弾頭部分の滑空体がマッハ3以上の速度で、目標に向かう恐ろしいミサイルなんだ。チルコン、DF-17 ともに飛翔速度が極超音速ではあるものの、既存の兵器、
例えばアメリカのイージス艦が搭載しているような長距離艦対空ミサイルの SM6 などであれば週末時点で迎撃可能と言われているよ。やだ、 SM6 のような長距離対空ミサイルがない場合や、あった場合でも能力を選ばれる方が攻撃等への可能性を考慮した場合には、より多層的な防空兵器の保有が望ましく、我が国の防衛省ではこれを念頭に考えているのだろうぜ。日本の海上自衛隊の場合、イージス艦コンボイ型4隻、アタゴ型2隻、マヤ型2隻の合計8隻は、北朝鮮の弾道ミサイル防衛のためにも常備しておく必要性が高く、稼働訓練面でのローテーションからの余裕が少ないんだよな。このような不安を解消するために導入が期待されていた陸上設置型のイーグルアショアも、昨年2020年に発射後のブースター落下の安全性が担保できないとの理由で中止となってしまい、日本のミサイル防衛は修正を急いでいる状態だぜ。そんな状況下で電磁気の力で砲弾を発射するレールガンは、理論上では削薬を使用する従来の火砲よりも高速度でかつ、射程距離も長いということから注目を集めており、次世代の兵器としての可能性に期待されているんだ。削薬を使用しないレールガンは砲弾を爆発の圧力で加速させる方針が不要で、ネーミングにあるように電導性の高い素材で作られた2本のレール間に、同じ素材の弾頭を置き電力による磁場作用でこれを発射するよ。当然、新兵器開発には膨大な予算と軍事技術力が必要となることはレールガンにおいても同じで、20世紀以降世界最大の軍事力と軍事予算を投じ続けるアメリカがやはり先行してきたな。中でもレールガンの研究開発に着手したのは米海軍であり、2007年頃より研究部署である OMR オフィスオブネーバルリサーチが、英国軍事企業大手 BAE システムズ社と共同スタートしたぜ。BAE システムズ社は、イギリスを中心とする第6世代戦闘機開発プロジェクトテンペスト計画を主導しており、世界最大の海軍の依頼でレールガンの研究開発の任にも参画しているね。米海軍の ONR と BAE システムズ社は、2008年に射程距離約 370km、発生電力量 64MJ を当面目標に掲げて研究を開始し、アルミ製の弾頭を 10MJ で時速約 9000km で発射させることに成功したんだ。さらに2010年にこのプロジェクトは、当初の目標であった発生電力量 64MJ の約半分にあたる 33MJ を達成。プロトタイプのレールガン開発を順調に進め、2014年には艦艇に搭載してテストを行うとの発表もされたよ。プロトタイプのレールガンが搭載されることになった理由は、通常の船舶よりも幅の広い双胴型の輸送船で搭載に広いスペースを必要とする関係上、都合が良いと判断されたからだな。当時レールガンを実装化する最有力候補として挙がったのが、2011年から建造が始められていたズムボルト級ミサイル駆逐艦であり、膨大な電力を必要とすると分かっていても、この艦との親和性が高いと判断されたからなんだよね。ズムボルト級ミサイル駆逐艦は大型のガスタービン機関で電力を発電して使用する、統合電気推進方式が搭載されており、発生した大電力をレールガンにも使用する案が考えられたんだ。はじめの段階でズムボルト級ミサイル駆逐艦の主砲は、従来の火砲に変えて AGS-155mm 砲と呼ばれるロケット弾の一種を搭載する仕様だったんだけど、レールガンは将来的に代替兵器となることを期待されていたと言えるよね。だが、ズムボルト級ミサイル駆逐艦が AGS-155mm 砲をはじめ、たくさんの新機軸を乗り込みすぎたゆえに建造費の高騰、そして米海軍が必要とする安定運用が困難となり、わずか3隻の建造で打ち切りとなってしまったんだよな。このズムオルト級ミサイル駆逐艦の事例に連鎖するように、未来を見据えたレールガンの実用から現時点では困難だと米海軍は認識し、2021年時点ではプロジェクトすらも中止となっているぜ。レールガンの実用化はまだ先ってことだね。ああ、だけど完全に不可能ではないってことだな。この先の技術力に期待すれば十分実現可能だ。いつかレールガンが配備される日まで、気長に待ってみようよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。いつも見てくれて、ありがとう。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 聞いて、なかなかすごい情報キャッチしたよ。どうしたんだよ。
えらくテンション高いじゃないか。この情報はね、最高防衛機密レベルかもしれないよ。マジかよ、もったいぶらないで早く教えろよな。実はアメリカ海軍の潜水艦の最高司令官が、海上自衛隊の潜水艦に乗り込んで訓練を行ったらしいんだよね。そんだけの説明じゃわかんねえよ。それのどこが最高防衛機密情報なんだよ。まあまあ、落ち着いてよ。簡単に説明しすぎて訳わかんなくなっちゃったね。きちんと説明していくね。なんだ、知ってたのか。まずは、海上自衛隊自慢の潜水艦の説明をしていくね。2018年就航の青龍潜水艦が横須賀基地に配備されたのは知ってるよね。そして今年昇竜潜水艦が就役して広島県の呉に配備された。さらに今年双竜型潜水艦12番艦の進水式も行われる予定なんだよね。次々に新型潜水艦が開発建造されているけど、まだ新しい技術がどこまで採用されているかの詳細は分かっていないんだよね。結構なペースで新型が就航してるんだな。それじゃあ、この防衛機密とも言われる情報なんだけど、アメリカ海軍の潜水艦の最高司令官のキッズ少将が青龍潜水艦に乗り込んで艦熟訓練を行ったということなんだよ。これはかなり異例のことで、中国への対応を考慮した日米同盟強化を再確認できるものだったんじゃないかな。地上だけじゃなく、海中、海底での任務にも大きな役割を持つことになるのは間違いないよね。最近では、これもまた異例と言えることだと思うんだけど、F-35 ステルス戦闘機の共同捜索も行われたそうなんだ。未だに機体もパイロットも発見されていないようだけど、日本とアメリカの協力体制は強まっているようだね。まあ確かにアメリカの最高司令官が日本の潜水艦に乗り込んで訓練をするのは異例のことだな。歴史上初めてなんじゃないか。ほら、すごい情報だったでしょ。でもよ、ここまで情報が流れてる時点で最高防衛機密ではないよな。確かにそれは大げさだったかもね。ごめんなさい。さて、気を取り直してこの訓練の詳細を見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。2018年3月に就役した青龍潜水艦は艦熟訓練を行った。その訓練にアメリカ海軍の潜水艦最高司令官が視察に来たそうなんだ。青龍潜水艦は神戸市の三菱重工造船所で建造され、双竜型潜水艦の9番艦で、素晴らしい潜水艦になるのではないかと期待されているんだ。艦熟訓練のことなんだけど、実はいろいろな場所を航行して海中に潜航しながら訓練を行っているので、その詳しいポイントは公表されていないんだ。国防に関する重要機密だから当然といえば当然なんだけどね。なんだよ、結局訓練内容がわかんないのかよ。だから言ってんじゃん。最高機密事項なんだって。ここからは報道による情報になるけど説明していくね。10月、乗務員から敬礼を受けながらキッズ少将は青龍潜水艦に乗り込んだ。乗務員からの青龍潜水艦についての説明を受けた後のキッズ少将の談話を紹介するね。我々アメリカ軍は海上自衛隊潜水艦と緊密な連携をとっています。最新鋭潜水艦に同乗して、その訓練を視察することは非常に重要な意味を持ちます。先日は青龍の進水式にも同席しその興奮を分かち合うこともできました。海上自衛隊と我が潜水艦部隊との友好関係は日々強くなっていると感じます。とのなんとも日本にとっては心強い言葉だったよ。ほえ、さすが最高司令官だな。良いこと言うぜ。キッズ少将のこの言葉を受けて平間艦長は、キッズ少将を青龍にお迎えできたことは非常に光栄なことです。同乗視察期間中私たちの能力を見ていただき、二国間の相互理解が深まり運用能力の向上に貢献できることを期待しています。と述べた、お互いに敬意を払ったやりとりだね。本来なら海上自衛隊が他国の軍人を潜水艦に同乗させるなんて滅多にあることじゃないよね。しかも、自国の最新鋭の潜水艦だからね。よほどの信頼関係がないと実現できないことだと思うよ。普通に考えても、潜水艦に同乗させるなんて性能を全て晒してるようなもんだもんね。そうだよな。この訓練が周辺諸国にも日本とアメリカの同盟関係の強固さをアピールできたかもしれないな。今のところ海底での任務遂行能力においては、日本とアメリカが他国を一歩リードしてる状態だね。でも、中国やロシアも海底用無人機が完成しつつあることを発表してるんだ。しかし、中国やロシアがやっていることをアメリカや日本が取り組んでいないなんてことは考えづらいよね。おそらく秘密裏に開発が進んでいるんだと思うよ。青龍潜水艦に関しては、性能が問題ないだろうし周辺諸国に対してのアピールも完璧いうことなしだな。
次に就任した昇竜潜水艦はどうなの？もう就任してるなら、ある程度のことは公表されてるんじゃないの？じゃあ次は昇竜潜水艦を見ていこうか。広島県の呉に配備された昇竜潜水艦は、高い耐圧性能が施されてるみたいだね。ステルス性能も今までより格段にアップしてると言われてるんだ。海中での敵の動きを捉えるソナーや探知システムも向上して、運動性能も大幅にアップしているので、通常動力の潜水艦では機動力の面ではトップクラスになるだろうね。潜水艦に必要な性能は、ほとんど向上しているってことだな。頼もしいぜ。一つ気になることがあるんだけど、この昇竜潜水艦を最後に廃止されるシステムがあるみたいなんだよね。それがスターリングエンジン機関ということなんだ。なぜスターリングエンジンが廃止になったのか正式な発表はないんだけど、静音性が高いことで採用されていたこのエンジンなんだけど、さらに高性能なエンジンが開発中なのか、それとも、隠密行動が主な潜水艦の任務自体が変わりつつあるのか、詳しいところは今のところわかってないんだよね。そういうの次の潜水艦が関係してるんじゃないの？次の潜水艦からはスターリングエンジンは採用しないってことなんだよね。うん。次の潜水艦OUはリチウムイオン電池が採用されることになっているよ。みんなが普段使用しているスマートフォンを見てもわかるように、リチウムイオン電池の性能はどんどん上がってるからね。サイズも小さく高出力で安全性にも優れたリチウムイオン電池が、今後の潜水艦開発の主流になるのかもしれないね。本当に潜水艦の進化はすごいよな。どんどん新しい技術が導入されて性能が向上してるもんな。以前オーストラリアに潜水艦を売り込んだ時には、スターリングエンジンと鉛蓄電池の組み合わせエンジンだったんだけど、OU以降はリチウムイオン電池を採用し、機動力がアップし静粛性も向上したおかげで、ひっそりと海中を潜航できるようになったんだよ。実はオーストラリアでも議論になっていて、当初フランスの潜水艦の案を受け入れようとしていたんだけど、日本の潜水艦の方が良いのではないか、という声も上がっているらしいんだ。日本はアメリカと違い、日本で開発建造されたものと同等の潜水艦を建造して売るはずなんだよね。ちなみにアメリカは兵器を売る際は自国のものよりスペックダウンしたものを販売する。でも日本はそれをやらないから、新型潜水艦の情報漏洩が怖いよね。まあ、日本らしいところではあるよな。ものづくりに対してのプライドだな。今現在、世界各国で潜水艦の建造が進んでる。通常動力型潜水艦はドイツか日本ぐらいかな。オーストラリアも通常動力型潜水艦を購入しようと考えていた。理由の一つとしては原子力潜水艦は建造コストが巨額ということだね。さらに原子力潜水艦は退役後の後始末、核廃棄物をどうするかも最大の問題だよね。日本は核に関しては非常にデリケートな国だから原潜を建造して運用するのは難しそうだよね。そりゃそうだよ。確かに原潜は兵器としては魅力的だろうが、やはり日本で軍事兵器に原子力を利用するのは厳しいだよ。各国で潜水艦の開発競争が進んでいる。中国の脅威にさらされている台湾も自国建造を目指しているそうなんだ。様々な国が潜水艦建造にしのぎを削っている中、原子力を使用しなくても日本は技術力で世界のトップに立ってほしいよね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。外交ってすごいいろんな思惑が入り乱れているよね。外交に限らず、正義なんてそんなものだろうな。一般人が知らないところでいろんな思想があるだろうし。外交であればいかに自国に利があるかを考えながら行動するだろうし、一般人にとっては印象が悪く映ることもあるよね。まあ、仕方のない部分ではあるよな。日本の謙虚な姿勢を見せるのは美徳だが、海外の国々のように時には強気な姿勢を取ることも大切だと思うぜ。そうだね。今回はオーストラリアのアタック級潜水艦計画、フランス案を破棄して、アメリカイギリスの支援を受けた原子力潜水艦へ変更したことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2021年9月16日、オーストラリアの地元メディアである ABC ニュースは、同国の新型潜水艦計画であるアタック級がフランスとの合意を破棄し、アメリカ及びイギリスとの協調でこれに代わる潜水艦調達に動く模様だと報じたよ。少しこれまでの経緯を振り返れば、オーストラリアのアタック級潜水艦計画には、日本の双竜型やドイツの214型なども名乗りを上げていたが、フランスのシフラン級原子力潜水艦を通常動力型に改める案が2016年に決定したんだ。アタック級潜水艦は全12隻の建造が前提とされ、かつ国内の製造業への空洞化が深刻なオーストラリアにおいて、自国内での建造による雇用政策等への利用の側面もあり、
生理的にスランス案が採用されたとみなされものだったんだぜ。しかし2016年のスランス案への決定後の、そもそもオリジナルである本国スランスの出ラン球技体の建造への敬意や、二国建造で12席を揃えるには30年以上の歳月が必要との時間的な問題も指摘され、たびたびその危うさが指摘されてきたんだとさ。問題点は山積みだったってことだね。ことに30年も12席の建造に時間を要する点と並んで大きな問題とされてきたのが、その計画に要する総コストの上昇であり、当初500億ドルと見積もられていた金額は最近の試算ではほぼ倍の900億ドル相当とも囁かれていたんだ。めちゃくちゃ高騰してるね。こうした費用面の高騰はフランス側のみの問題ではなく、自国での建造をオーストラリアが推し進めようとした結果、想定以上に高い人件費が発生することも一因だったとも言われ、世界で最も高価な潜水艦計画だと揶揄されていたよ。しかし2021年5月のイギリスでの G7 サミット後に、オーストラリアのモリソン首相とフランスのマクロン大統領が直接のトップ会談を行い、マクロン大統領が政府を挙げてアタック級潜水艦計画の遂行を確約するに至ったんだぜ。これにより細かな点は別としての政治的にはトップ同士の直接交渉で完全に決着したかに見えていたのだが、今回急転直下、オーストラリア側がフランスとの合意破棄に切り替え、さらにアメリカ及びイギリスからの支援を仰ぐと打ち出したんだ。フランスからアメリカに乗り換えたってことになるのかな？お互いが現在の世界の情勢下で同様に民主主義資本主義を掲げ、いわゆる西側諸国に属する国同士であるにもかかわらず、ここまで大掛かりな軍事契約の破棄が現実に行われるとは、かなり意外な展開だったと言わざるを得ないよね。政治的に見れば中国との対峙を何としても自国陣営側の優位に進めたいアメリカのバイデン政権が、これまで親中路線を歩んできたオーストラリアの脱却意図を巧みに利用し、ある種独立路線に近いフランスを排除したようにも映るかも。無論フランスのマクロン政権からはこうしたアメリカとイギリスの横やりに強い反発姿勢を示しており、アメリカのバイデン政権の今回の振る舞いは、オーストラリアの置かれたインド太平洋地域の安全保障にマイナスとの見解を示しているぜ。それはそうだよね。フランスからしてみればアメリカやイギリスの行動は横やり以外の何物でもないもん。第二次世界大戦後の歴史の中でもアメリカを中心とする西側諸国に組み込まれつつ、フランスは軍事兵器の国産化に強いこだわりを見せ、独自の路線を主張することが多々あったが、今回の件がそうした中での最大級の事例となるかもしれないな。アメリカやオーストラリアの政治的な思惑はひとまず置くとして、シフラン級の推進機関を通常動力型に改めたものをアタック級潜水艦計画としたのは、オーストラリア側の意向に沿ったものであったことは間違いないよ。この手間を考慮すれば、フランス本国では原子力推進型として建造されているシフラン級に、わざわざ手を加えることは非効率であり、建造を担うフランスのネイバルグループもゆくゆくは原子力推進型を推すとの報道も過去にはあったんだ。オーストラリアがこれまでの政治的なしがらみをリセットして、潜水艦の動力を原子力推進方式に変えることを打ち出すだけならば、コスト面の調整は生ずるにせよ、そのままアタック級を原子力推進にする選択もあったはずなんだよね。これをせずにアメリカとイギリスからの原子力潜水艦の建造技術支援に急遽方向転換したことこそが、今回の件の最も重要な部分であり、フランス側がアメリカとイギリスの大声だと捉えている根幹の問題点だろうな。関係悪化が心配だね。個人的には、ここにはオーストラリアが置かれている2つの大きな課題を一挙に変換しようとする狙いがあったのではないかと思え、その3つとはカーボンニュートラルへの対応と、原子力の軍事利用を含む解禁だな。まずオーストラリアは原子力発電を国として法律で禁じており、これまでホースでかつ安価で調達できた石炭を燃料とする火力発電所に依存していた体制にあり、2000年頃から世界の潮流もありカーボンニュートラルへの取り組みを強化したぜ。この取り組みにより石炭を燃料とする火力発電所の比率は2007年にはおよそ8割弱あったものが、10年後にはおよそ6割強にまで引き下げたものの、再生可能エネルギーへの設備投資が膨らみ電気料金そのものは2倍にまで高騰したというんだ。この電気料金の高騰はオーストラリアをして、それまでの方針であった原子力発電解禁への転換に向けられていき、近年では徐々にこれを研究報告等の発表を通して国民に告知しており、その導入のハードルを下げる動きを見せていたんだ。オーストラリアは強硬な反捕鯨国としてもよく知られており、良くも悪くも環境保護という大前提を掲げれば政策が了承される傾向にあり、
カーボンニュートラルが欧米で主流となる中で原子力の解禁が既定路線となりつつあったと言えるね。2021年8月にはオーストラリアとイギリスとが原子力発電を含むカーボンニュートラル提言への技術協力を行う覚書を締結しており、国民の間に嫌悪感が強かった原子力発電を浸透させる路上づくりに邁進しているようだな。オーストラリアら2国だけでなく、昨年2020年に新型コロナウイルスの発生源をめぐって中国との関係が悪化するまでは、石炭を最大の輸出品として中国に提供しており、今後これも問題化することを申し伝えとも取れるぜ。こうしてカーボンニュートラルへの対応、そして中国を利する石炭輸出停止及び国内での原子力発電は必須だと国民を納得させ、そこで薄らいだ国民感情と中国の軍事的脅威の観点から原子力潜水艦も必須と世論誘導を行うんだろうね。2021年現在、アメリカの攻撃型原子力潜水艦の最新型はバージニア級であり、イギリスはアスチュート級だが、どちらもオーストラリアが望む長距離大気攻撃用の兵装としてのトマホーク巡航ミサイルを運用可能だよ。これらの潜水艦技術がこれまで他国に提供されたことはなく、今回のオーストラリアは国内で少なくとも8隻を建造したい方向のようだけど、詳細については続報を待つ以外に今のところはない状態だね。日本のことを考えれば、2011年の東日本大震災で原子力発電所の危険性が指摘された状況からすでに10年が経過し、次々と一旦休止されていたそれらも運転再開を行っているが、原子力の軍事利用には唯一の被爆国として可能性はなさそうだよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。アクション、鼻水が。今年はコロナももちろんだが、インフルエンザも警戒しなきゃいけないからな。恐縮感染なんて笑えない話だぜ。コロナワクチンだけじゃなくて、インフルエンザのワクチンを接種することも、考えておいた方が良さそうだね。手洗いうがい、マスク着用を徹底して、健康に過ごさなきゃね。視聴者の方々にも気をつけてもらいたいものだな。コロナやインフルエンザに負けず、健康に学校や仕事を頑張ってほしいもんね。さて、今回は第5世代戦闘機の中では最多の採用調達が見込まれている、ロッキードマーチン社製の F-35 ライトニング2について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2021年6月、トルコの TAI トルコ航空宇宙産業が今から2年後の2023年3月に開発中である、第5世代戦闘機 TFX の試作機を公開すると発表して、一部から6機目の同世代戦闘機の誕生かと話題を集めているよ。いわゆる第5世代戦闘機はアメリカのロッキードマーチン社が手掛ける F-22 ラプターや F-35 ライトニング2、そしてロシアのスホイ57、中国の J20 と J31 輸出名 FC31 の5機種のみだったためだね。新たな第5世代戦闘機の誕生に注目が集まっているってことだね。無論トルコ航空宇宙産業はこれまでステルス性能を備えた戦闘機を製造した経験もなく、導入が予定されていた F-35 ライトニング 2A 型をロシアからの S-400 地対空ミサイルの調達で停止されてしまっているんだ。トルコは F-35 ライトニング2の国際開発プログラム参加国の1国であり、その開発費の拠出金額によって決定されるランクは最下位の3ランク目だったが、その権利として F-35 ライトニング2の部品製造の一部を担っているぜ。トルコ自体は F-35 ライトニング2A 型を100機調達予定であったが、アメリカが撤回を求めたロシアからの S-400 地対空ミサイルの調達を強行したため凍結されるも、この技術を TFX に生かすとしたたかなようだな。自国の利益のためにしたたかになるのはいいことだと思うな。もちろん、それによって他国を直接的に脅かしちゃうのはいただけないけど、それに加え F-35 ライトニング2の開発は第1ランクでその製造に深く関わると同時に、次の第6世代戦闘機テンペスト計画を主導するイギリスの BAE システムズ社がトルコの TFX にも協力をしているみたい。おお、心強いサポーターも味方につけているんだね。そうした状況を考慮するとあながちトルコの TFX も眉唾ではないようにも思われるんだけど、2020年前後にロシアのスホイ57が約13機、中国の J20 が約50機、J31 が2機程度と思われている生産数を見ても難易度は高いね。戦闘機製造は最先端の技術が必要不可欠だろうからね。そうした状況下でトルコに F-35 ライトニング 2A 型の調達凍結を行ったアメリカの意に反して、
同期では最大のパートナー企業とも言える BAE システムズ社とイギリスが協力している点も日本から見れば違和感もあるんだ。こんなご時世だし、イギリスも自国の利益を考えて動かなきゃいけないもんね。アメリカとの関係を保ちつつ、うまく立ち回ってほしいね。このあたりの武器輸出開発協力関係は、第二次世界大戦の敗戦以後、その全てをアメリカ製やそれらをベースとした兵器システムに依存している日本と比較すれば、欧米の狡猾な戦略の現実を思い知らされるな。トルコにはドイツが潜水艦のライセンス生産を承認したり、インドネシアに2月に最近ではフランスがラッソー・ラサール戦闘機を斡旋する可能性が高まっているが、こうした第三国への武器輸出を明確なビジネスにしているぜ。話がいささか脱線してしまったけど、今回話題としたいのは、第5世代戦闘機としては圧倒的な数の生産数が見込まれている F-35 ライトニング2の中では、非常にマイナーで数の少ない C 型についてだよ。C 型ってことは、A 型や B 型もあるの？うん。F-35 ライトニング2には通常の陸上滑走路で運用する空軍仕様の A 型と、短距離離陸垂直着陸が可能な仕様の B 型、カタパルト射出、アレスティングワイヤーで着艦する航空母艦仕様の C 型があるんだ。F-35 ライトニング2一つをとってもさらに細分化されるんだね。A 型が最もオーソドックスでかつ全てのタイプのベースの機体であり、最良国の多数なのら言うまでもないが、B 型はイギリスや日本などの航空母艦用に供達する中、C 型はアメリカのみとなっているぜ。これらそもそもカタパルトで艦載機を運用する航空母艦を、現在保有しているのらアメリカの11隻の大型原子力航空母艦以外には、この唯一フランスのシャルル・ド・ゴール1隻のみであることが大きな理由だな。フランスは伝統的に兵器の国産化をほぼ国是としているが、シャルル・ド・ゴールも例外ではなく、ラファール M 戦闘機や、シュペルエタンダール攻撃機を艦載機として運用している稀有な存在だね。シャルル・ド・ゴールも2001年の就役から20年を経過し、昨年には後継艦も原子力空母を建造することが決定したが、その艦載機にはドイツ等と開発を進める FCAS 計画の機体が艦載機化されると見られるんだ。こうした状況もあり F-35 ライトニング2の C 型はアメリカ以外の採用国は発生しないと考えられ、空軍の A 型約1700機、海兵隊の B 型約350機に比べ、C 型は海軍海兵隊合計で約330機弱の調達に止まる模様だね。C 型ってどんな特徴を持っているの？ C 型の最大の特徴は発着管理に機体にかかる負荷が A 型や B 型に比べて大きいことから、スタブを中心に強化されている点と、主翼面積を AC 型のおよそ 1.5 倍約の 62.06 平方メートルまで拡大させている点が挙げられるぜ。このため翼の全幅も AC 型の 10.7 メートルに比して、C 型は 13.1 メートルとはるかに大型化されているが、航空母艦内への収容や飛行甲板へのエレベータのサイズに合わせて折りたたむ構造になっているな。2021年現在アメリカ海軍の大型原子力航空母艦の主力戦闘機は、1999年から運用が開始された FA-18EF スーパーホーネットなんだけど、こちらはオーストラリア調達分も含め約600機が製造されているよ。そこからすれば F-35 ライトニング 2C 型の調達予定数330機弱では前期の代替は数の上では困難であり、今しばらくは両機の並行運用が続けられていく状態だと考えられるね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。いつも見てくれて、ありがとう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 、
ありがとう。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 そういえばさ、以前韓国から日本の飛行機がレーダー照射されて騒がれたことあったよね。あれってどうなったのさ。確かに、何かうやむやにされたまま終わってないか。韓国政府は謝罪くらいしてくれたのか。まあ日本に頭を下げるくらいなら死を選びそうな勢いの国だから簡単には謝罪しないだろうけどな。事件当時はさ、報道やニュースでも散々取り上げられてたよね。結局何も進展しないまま終わっちゃったのかな。そうだね、日本の報道の悪いところというのかな。こういう出来事は簡単に忘れたり済ませたりするべきではない出来事だと思うんだけど、何か新しい事件やスキャンダルがあるとすぐにそちらに飛びついて何もなかったかのように取り上げられなくなるよね。だから国民のみんなの関心もすぐに薄れてしまうんだよね。国民の関心がなくなるから、政府も中途半端な対応で切り上げてしまうんだよ。きちんと何か解決の形を示してほしかったよ。何か今回は、やけに熱くなってんじゃないか。思想が強くなってんぞ。でも本当は、それくらいみんなが熱くなってもよかったような出来事だったんでしょ。韓国との国交では納得いかないようなことが多々あるけど、この事件は、一歩間違えると、有事にも発展しかねないことだと思ったからね。少し熱くなっちゃったよ。今回は忘れてはならない事件として、もう一度この事件を見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。2018年の12月、韓国海軍の駆逐艦クアンゲトデワンが日本の自衛隊の哨戒機にレーダーを照射したんだ。これは本当にありえないことで、日本国内ではどこのマスコミも取り上げて大騒ぎになったことをみんなも覚えてるよね。ああ、本当にトレビは大騒ぎだったよな。よく覚えてるよ。他国の航空機にレーダーを照射するなんて全くひどい話だぜ。日本中どころか、世界でもかなり報道されたみたいだもんね。ところで韓国の駆逐艦名称ってなんか変な名前だね。確かに大王って入ってるもんね。これは実在した王様の名前なんだよね。イギリスにもクイーンエリザベスという最新鋭の空母があるでしょ。あれと同じ感じなんだよね。この名前は古代朝鮮半島に実在したコウクリという国の王の名前なんだ。韓国では現在でも人気がある王様で、尊敬されていてドラマ化もされたような人物なんだ。だからイギリスのクイーンエリザベスと同様に何も不思議なことじゃないよ。そうなんだ。イギリスのエリザベス女王はよく聞く名前だから違和感ないけど、韓国のこの王様のことは知らなかったから全然ピンとこなかったよ。コウクリの王様といえば結構韓流ドラマには登場するもんな。なんとなく知ってたぜ。まあ、駆逐艦の名前の由来はわかったから。レーダー照射事件の話をしようぜ。そうだね。この韓国の偉大な王様の名前を付けられた駆逐艦が行ったレーダー照射事件を説明するね。まず簡単に言うと、韓国の駆逐艦が自衛隊の哨戒機に火器管制レーダーを照射したんだ。単純なことに思えるかもしれないけど、火器管制レーダーを哨戒機に対して当てるということは、攻撃の前段階の行動なんだ。ということは、韓国の駆逐艦は日本の自衛隊の哨戒機を攻撃しようとしたのではないかと日本中が大騒ぎになったんだ。日本にも嫌韓の人たちは多くいるからね。当時は SNS などでその方たちが一斉に韓国叩きを始めて大変な騒ぎだったんだよね。世界中でもニュースで取り上げられて、韓国は世界中から非難を浴びたんだ。当然だぜ。戦争でも起こすつもりかよ。火器管制レーダーを他国の哨戒機に照射するなんて何考えてんだよな。哨戒機に乗っていた自衛隊の人たちは怖かっただろうね。一瞬攻撃を受けるかもと考えただろうからさ。本当にひどい話だよね。事件発生から3年が経つけど、日本と韓国の主張は食い違ったまま解決することもなく現在に至ってるんだ。おいおい日本の政治家さんたちよ。もっとガンガン韓国を追及しろよな。このままないがしろにするとまた同じようなことが起きるぞ。頼むよ。本当に。事件発生後、各局で数多くの事件の映像が公開されたんだけど、映像を見たところで判断が割れたんだよね。各方面から様々な意見が飛び交って、一層混乱に拍車がかかった感じだったんだよね。しかし、事故発生時の映像を見て、レーダーを当てたという事実を考えると、韓国の主張はどう考えても矛盾しているようにしか思えないんだけどね。ニュースでも映像は公開されたんだけど、皆さんはあの映像を見てどう思ったんだろう？映像見たぜ。でもよレーダーを照射したことら紛れもない事実なんだぜ。主張も何もまずは謝罪するべきなんじゃないのかよ。韓国海軍の主張としては、我々は、北
朝鮮の遭難船を救助していた。そこに日本の航空機が超低空飛行で接近するという威嚇行動をとってきたということなんだ。でも、映像では韓国が主張するような状況には見えないという意見が多かったんだ。救助していたという北朝鮮の遭難船の存在もはっきりしない。映像に映っているようには見えなかった。自分たちの行動を正当化するための、デタラメではないかと専門家たちも言ってるんだ。まずいよ。韓国海軍が北朝鮮の遭難船を救助するってところから信用できないぜ。大体、この韓国の言い分を信じる人いるのかな？この国の役人は責任転嫁や自分たちを正当化するために話をでっち上げるなんて得意でしょ。今までだって散々やってきたじゃん。信じられないよ。全くその通りだね。今さら、自分たちは人道的な行動をとっていたんだ。と言われても誰が信じるの？って話だよね。おそらく韓国民以外は誰も信じてないと思うよ。この事件がうやむやにせずに解決してもらいたいもんだな。ところで、今回の主役の自衛隊の哨戒機ってどんな航空機なんだ？戦闘機のラダイがよく上がるが哨戒機ってどんな航空機でどんな役割なんだ？それ気になってた、教えてよ。じゃあ、韓国の駆逐艦からレーダー照射を受けた P-1 哨戒機の説明を少ししようか。P-1 哨戒機が実戦配備されたのが2013年だね。それ以前はアメリカのロッキード社製の P-3C をライオン活動していたんだけど、その代替機として P-1 哨戒機が登場したんだ。P-3C をライオンという機体は、初フライトから60年も活躍した機体なんだ。すごい息が長い機体だよね。この機は軍事活動だけでなく、気象観測や消防業務などの非軍事目的にも大いに活躍したんだ。世界20カ国で運用されていて、別名哨戒機のベストセラーと呼ばれていたそうだよ。その P-3C をライオンが引退となり代わって登場したのが現在の P-1 哨戒機だね。60年、すごい長い間活躍してたんだね。P-3C をライオン長い間お疲れ様でした。オライオンと P-1 哨戒機を比較すると、機体の大きさは P-1 の方が少し大きくなってるよ。そして最大の違いはエンジンだね。オライオンはプロペラ仕様のターボ型でしたが、P-1 はより力があるジェットエンジンに変更されたんだ。このエンジンを作ったのが IHI 社、川崎重工業が中心となり製作されました。ということは、この P-1 哨戒機は日本の純国産哨戒機と呼んでもいいんじゃないかな。長年の悲願が達成したということになるよね。そうだったのか。日本の純国産哨戒機とは素晴らしいじゃないか。そうだね。これは日本人として喜ばしいことだと思うよ。もう少し P-1 哨戒機の説明をしていくね。P-1 哨戒機の主要任務は当然哨戒行動なんだけど、でも爆弾層には潜水艦攻撃用の兵装が収納可能ということなんだ。だから万が一の緊急時に即対応できる攻撃力も増強されたということになるよね。そして、もう一つ気になるところが、この哨戒機のお値段だよね。どれだけの軍事費がつぎ込まれてるのか気になるよね。P-1 哨戒機の開発コストは3500億円と言われているんだ。すでに購入した1機あたりの値段を算出すると、175億円ということになるよ。現在購入を進めている F-35 ライトニング戦闘機は1機あたりの値段が116億円だから、比較すると P-1 哨戒機はかなりのお値段だということがわかるよね。開発費3500億円1機あたり175億円、気が遠くなるようなお値段だね。でも日本で開発された機体なら他国に売ることもできるんじゃないの？もちろん、それだけの経費を埋めるために、P-1 哨戒機の輸出も考えたんだ。輸出の対象国としては、イギリス、ニュージーランド、カナダ、ノルウェーなどだね。でもどの国も反応はいまいちだったみたいだよ。日本製の機体を信用できなかったのかな？ P-1 購入をしなかったイギリス、ニュージーランド、ノルウェーの3カ国はアメリカ製の P-8 哨戒機を購入したそうなんだ。残るカナダも日本製の P-1 哨戒機を購入するのは難しそうだね。はぁ、なんでだよ。安心と信頼の日本製だよ。ほんとだよ。ものづくりの日本が作った哨戒機なのに買ってくれないの？やはり、日本製の信頼はあったとしても軍用の兵器となるとアメリカと比べたら実績は少ないからね。巨額の開発費を投じた哨戒機はいつになれば世界に認められるかな？でも必ず近い将来日本の哨戒機が認められて、世界の空を飛び回る時が来るんじゃないかな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。
雪やこんこんあられやこんこん。ついに雪まで降ってきたな。東日本の人たちは大変だろうぜ。あっちの人たちからすれば雪は天才と変わらない時があるもんね。例年通り、今年も豪雪の予報が出ているから気をつけてほしいよ。寒さ対策を万全にして、コロナやインフルエンザにも負けないようにしないとね。そうだね。さて今回は最上型護衛艦4番艦三菱長崎造船所で進水式を開催したことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。令和3年12月10日に、三菱長崎造船所で行われたのは、海上自衛隊最上型護衛艦4番艦の命名式と進水式だったよ。今回は、冒頭で述べた通り、最上型4番艦の進水式を詳しく解説していくね。海上自衛隊も、次世代護衛艦の建造がかなりハイペースで進んでおり、次世代ならではのステルス護衛艦建造が驚異的なピッチで進んでいるんだ。中国の055型フリゲート艦とは、天と地ほどの性能差と言われているよ。海上自衛隊は、長崎県の三菱重工業長崎造船所で建造が進められていた、次世代護衛艦最上型護衛艦の4番艦 FFM4 の命名進水式を2021年12月10日金曜日に実施することを公表したんだ。今回進水することになった FFM4 は、最上型護衛艦として2020年7月に寄港され、三菱重工業長崎造船所においては、1番艦最上と3番艦の城を建造して以来、3隻目の進水となるよ。進水式は、佐世保地方総監出口勝と海将によって執行される予定となっているんだって。海上自衛隊の最上型護衛艦は、平成26年度防衛白書の中で次世代系護衛艦として建造への構想が立てられ、平成31年度から令和5年度までの中期防衛力整備計画で新型護衛艦として整備計画が決定されたぜ。そして1番艦の神は平成30年度予算で寄港が承認されたことから 30FFM と称されているな。艦式号の FFM は、フリゲート艦を表す FF に多機能モータルファンクショナルと機雷マインの頭文字である。M を組み合わせた新しい艦式号となっており、海上自衛隊の意気込みが現れているようにも思えるね。多機能という新たな付加価値を加えたことにより、これまでの護衛艦とは異なるコンセプトで設計された艦艇であり、かつ機能の割にはコンパクトな設計になっているところが諸外国の海軍関係者からも注目を集めているよ。海上幕僚監部広報室の公式発表によると、FFM という艦種は、日本近海での中国航船などによる不法な活動を警戒監視する業務に当たるほか、対潜戦闘対空戦闘対水上戦闘のいずれにも対応可能なマルチタスク対応の艦種を指すとのことだよ。将来的には、対地雷戦にも対応する機能が付加されることで、掃海艇の雷用も可能となっており、シーレーン防衛やアラビア海などでの海賊対処活動などの海外派遣にも対応可能な艦種として期待を集めているぜ。ちなみに最上型は、同型艦として22隻の建造が計画されていて、防衛省は現有の護衛艦48隻体制を54隻体制にまで拡充する構想を明かしているみたいだな。中国海軍の脅威、北朝鮮関連有事、原油というエネルギーの安定供給のために必要な海外派兵など、様々な状況が想定される中、関係者の中にはこれでもまだ少ないという声が聞かれるぜ。最上型のスペックはどんな感じになってるの？次世代型護衛艦最上型護衛艦のスペックは、基準排水量3900トン満載排水量5500トン、全長 133.0 メートル最大幅 16.3 メートル基地水深 9.0 メートルとなっており、従来の護衛艦よりも多少コンパクトになっており、そのコンパクトさは諸外国の海軍関係者も驚いているようだね。機関として採用されているのはコーダック方式ディーゼルエンジン2機とガスタービンエンジン1機で、最大7万馬力の出力を誇り、最大30ノットの速力で航行可能となっているよ。これだけの機関があれば、中部太平洋のシーレーン防衛など、急を要する出動にも十分対応できるだけのスペックを有しているね。艦体サイズだけを見れば、現行の汎用護衛艦旭方護衛艦が基準排水量5100トン、満載排水量6800トン全長151メートル最大幅 18.3 メートル程度であり、いかに最上型がコンパクトになっているかがわかると思うよ。海上保安庁で最大の大きさを誇るヘリコプター搭載型巡視船黎明も、満載排水量6500トン、全長150メートル、最大幅17メートル程度であり、一般的に考えられている大きさと比べても、その求められている任務の割にはコンパクトな艦であることがわかるね。任務遂行に欠かせない兵装を見てみると、
62口径5インチ砲 ×1 機 12.7mm 機関銃に加えて、RWS 遠隔操作式銃火 ×2 機マーク。41VLS 垂直発射システム16セル ×1 機、シーラム近接防空ミサイル ×1 機17式 SSM 艦対艦ミサイル、4連装発射筒 ×2 機 324mm 3連装単魚雷発射艦 ×2 機を装備しているんだ。これだけの装備があれば、威嚇声越えから選手防衛声越えも十分可能であり、諸外国におけるイージス艦の役割を十分に果たすことができ、かつ総海業務など対戦業務にも十分対応できるスペックを有しているぜ。その他、対地雷戦システム、無人水中高層からの UUV-1 機、無人水上高層からの USV-1 艇、H-60 系総海ヘリコプター1機を搭載する予定があるものの、VLS と USV については後日装備とされており、今後2022年以降に搭載される予定とされているな。艦のコントロール関係を見てみると、C4ISR として戦術情報処理装置 OIQ1 が艦船運航システム、艦船維持管理システム、艦内外通信システム、指揮統制システム、各種武器システムなどを統括して運用可能となっており、そのうち戦術データリンクは NATO 北大西洋条約機構規格であるリンク22に対応しているよ。センサー類には、多機能型の OPY2 レーダーが装備され、その他にも OQ-91 対機雷専用ソナーシステム、栄光ソナーとアクティブソナーの両機能を有する OQ-925 水上艦用ソナーシステム VDSTASS が搭載されているんだ。その他、電子戦装置として従来の護衛艦と同じ NOLQ-3E 電波探知妨害装置が搭載されており、これも諸外国の同型艦に引けを取らないスペックとなっているね。ここまでの装備があれば、同盟国海軍との共同軍事作戦も十分可能であり、アメリカやオーストラリアなどと結んでいる対中国連携クアッドにおける軍事面での連携も、さらに加速することが予想されるぜ。また最上型の艦隊はコンパクト化とともにステルス化も可能となっており、レーダー反射断面積 RCS の低減に配慮された設計がなされているようだな。艦隊や上部構造物には傾斜角が付けられ、ナックルラインが前甲板から艦尾まで続く構造になることで、よりステルス性を重視するデザインとなっているよ。また、これまで前上甲板にあった東洋病関連機器などは艦内に配置され、他の護衛艦の上甲板にあった通路など、最上型では廃止されているなど、既存艦の運用により得られた教訓を取り入れている部分が多数見受けられるね。その他、魚雷発射艦やミサイル発射装置など、敵のレーダー波を受けやすい構造物をすべて艦内に収納、さらに艦隊にレーダー波を吸収するセラミック素材を多用することでステルス性をさらに向上させていることから、今後のステルス化改装を待たずども、すでにステルス護衛艦とも呼んでも差し支えないほどのスペックを有しているんだ。また、昨今の海上自衛隊における人員不足を受け、最上型では精進化が図られていて、その乗務員数は定員約90名うち女性自衛官10名となっており、同じ基準排水量である朝霧型が定員約220名であることから、その半分以下で護衛艦を運用できるというハイスペックな性能を有しているよ。これだけ性能アップを果たしているにもかかわらず、建造費は朝日方の3分の2、1隻あたり450億円程度であり、精進化と小コスト化を実現する護衛艦として今後も建造が進められていくことになるだろうね。そして防衛省では、最上型の運用にはクルー制の導入を予定しているみたい。クルー制は、海上保安庁でもすでに導入している制度ですが、乗組員を個別の護衛艦に固定せずに、複数のグループに分けグループごと艦を乗り換えるシステムとなっていて、艦艇の検査修理以外で停泊している期間を短縮する新しい制度として注目されているよ。なお、最上型のクルー制においては、3隻の最上型護衛艦に対して4組のクルーを配置し、常に3組がいずれかの艦にて乗務に当たっている間、1組が休養するローテーションを想定しているんだって。クルー制の実現で、休暇取得に関してブラック状態であった隊員の勤務環境を改善できるものと期待されているんだ。なぜ海上自衛隊がクルー制を導入できずにいたのかな？それには理由があるみたいだよ。これまでの護衛艦では、同型艦であっても艦艇ごとに装備や計器類配置などに多少の違いがあり、個別の護衛艦ごとに習熟させた専属乗組員を配置せざるを得なかったんだ。だが、最上形では全ての同型艦が全く同じ性能と装備で量産される護衛艦となったため、クルー制でも運用可能と判断されたってわけだな。防衛省としては、護衛艦の稼働率を高めることで、同時期に導入する総海艦との連携を図り、
平時の警戒監視運用を強化することを目指しているぜ。これは、尖閣諸島などにイスラエル中国交戦への対応で多忙を極めている海上保安庁の巡視艇へのサポートや、さらなる警告活動において護衛艦が直接乗り出すことを想定するなど、従来の護衛艦任務とは一線を画す運用を想定しているとされているんだよな。ちなみに野上型護衛艦はこれまでに3番艦までが浸水命名されていて、1番艦野上、2番艦熊野、3番艦の城と、日本国内の河川名が名付けられているぜ。これらの河川名はいずれも、帝国海軍においての従順領艦野上熊野の城として使用された慣れもあり、4番艦も含めて、今後建造が計画されている SSM にも河川の名称が与えられると予想されているな。海上自衛隊の艦艇の大半は、帝国海軍の艦船名のオマージュとも言えるけど、今後登場するヘリ空母が伊勢ヒューガであったように、今後もオマージュの傾向は続いていくことだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。航空自衛隊の F2 戦闘機の後継機は、国産と輸入どっちがいいんだろ？現在その議論は賛否両論分かれるところだよな。そうだね。今回、僕らの意見としては F2 戦闘機の後継機は、マルチロール機であって、国産の戦闘機にするべきだと考えたよ。その理由について解説していくね。それじゃあ行ってみよう。まずはじめに、我が国の防衛の観点から航空優勢は絶対に確保しなきゃいけないよね。航空優勢なくして国防は成り立たないし。航空優勢って何？航空優勢とは、武力攻撃が発生した場合に、味方の航空機が大規模な妨害を受けることなく諸作戦を遂行できる状態のことだね。我が国は海に囲まれているんだけど、侵略国以下敵と称します。は海を渡り国土に侵入しようと企てるかもしれないでしょ？仮に航空優勢を失えば、敵は航空機やミサイルなどを使って、航空機、地上ミサイル部隊、イージス艦、さらには港湾や飛行場を攻撃するよね。こうして敵は我が戦力の減災を図るよな。このような状態では我が艦船や航空機の運用は困難になるだろ。航空優勢があれば海上自衛隊は海上で敵の国土接近を阻止できる。敵が航空優勢を持っている状態では海上自衛隊は敵の接近を阻止できない。国土に敵が上陸した場合を想定すればわかりやすいな。我が国が航空優勢を失っていると、陸上自衛隊は敵の航空攻撃を受けながら侵略国の陸軍部隊を阻止しなければならないんだ。敵機が頭上にいると陸上部隊は、掩蔽部地面に穴を掘って大砲の弾が当たっても大丈夫な隠れ家に潜ったままとなる。敵機が去ると頭上には侵略国陸軍がいるようなことになり得る。つまり航空優勢を確保することら戦闘機の仕事ってわけだな。戦闘機は航空優勢を獲得するための兵器ってことなんだね。そうそう。したがって戦闘機は以下の能力が高いことが要求されるんだ。まず、戦闘能力搭載兵器の性能が良く、搭載数が大きい、瞬間撃破力、高出力レーザー、高出力マイクロ波、ライトスピードウェポン、ネットワーク戦闘能力、統合火器管制技術を持っていること。次に運動性、機動性強力なハイパワースリムエンジン、アビオニクス自動操縦装置、衛星広報システム、航空管制レーダーシステム、各種通信技術などを備え、操縦性が良いこと、そしてセンシング技術ハイパワーレーダーを備え、情報優越、知能化されていること、あとはステルス性敵に見つからないとともにカウンターステルス能力もあることだね。現在および近い将来の戦闘機のステルスから必須だぜ。ステルスとは隠れるという意味だな。ステルス化のためにはレーダー連播、できれば赤外線、地球の磁力線を乱さないステルス化が必要なんだ。その対策は連播の反射方向をレーダー連播発射方向に返さない機体形状、連播吸収材のトスが、反射断面積レーダークロスセクションの小型化があるぜ。正面のみならず、側面対策の主要なものは垂直尾翼を垂直ではなく斜めにすることだね。これで敵のレーダー波は戻らず、違う方向に反射され、敵は時期を発見できないよ。操縦席の風防コックピットキャノピーにもレーダー波を反射する薄膜がコートされているんだ。材質は、乗着筋薄膜や酸化インジウムと酸化鈴の混合物による薄膜で、風防が光って見えるのはこのためだね。戦闘機が海や雲の色に塗装されているのは光学的迷彩ってこと。話を戻すけど、他には対電子戦能力、敵の電子戦兵器に邪魔されない能力、フライバイライト機体内の信号伝達を光ファイバーケーブルで行うんだ。これにより敵の電子戦攻撃を回避できるってわけだね。を備えていること。
限られた戦闘機数で質、量ともに充実した敵に対抗するためには、戦闘機の高い稼働率と即応性がなければならないよ。このため運用中に発生する各種不具合等を迅速に修理、整備できる基盤が不可欠となってくるね。また国内維持整備基盤の確保も重要で、高い稼働率の確保及び即応性の向上等の観点から、国内に基盤を保持しておくことが不可欠なんだ。国内に基盤がなければ、海外の輸入先に輸送しなければならないからな。また整備機材や整備用品のタイムリーな供給が受けられなくなるぜ。必要な時に整備用品がなければ戦闘機は飛べないよな。米国で修理する場合には、輸送や通関のため往復数ヶ月を要するし、敵は絶好のチャンスとして来期の攻撃をかけてくる可能性も否めないってわけだ。回収、能力向上性にも関わってくるよね。安全保障環境の変化に対応し、将来の脅威に対しても常に第一線級の能力を発揮するためには、適時適切な回収、能力の向上が必要であり、このためにも国内基盤を確保する必要があるんだ。以前、F4 のキャノピー脱落が連続した際には、国内企業の技術で、独自にロック機構を改善し、不時落下の対策に成功したよ。また、国産中距離空対空ミサイル AM4 の F2 への搭載や、その能力発揮に必要な改修を国内企業が担当したんだ。ネットワーク技術等の発展に対応し、国内におけるネットワーク機材を適時適切に回収し、さらには能力を向上させるための基盤を確保する必要があるよね。戦闘機は将来の脅威や技術の進展にも柔軟に対応できる十分な拡張性が必要ってことだな。また我が国が主体的に回収し、能力を向上させることができなければならないぜ。現在、航空自衛隊では戦闘機は F-35、F-15、F-2 の3機種が運用されているよ。F4 ライセンスによる国内生産戦闘機の後継機として、平成30年から令和5年にかけて、F-35 の輸入後国内最終組み立てがなされているんだ。F-15 非近代化機の後継機は F-35 の輸入機で代替される方向だね。F-15 近代化機はさらに能力向上を図ることになっているよ。このうち、F-2 の耐用命数がなくなり、退役を迎える機体が出てくる2035年頃には、F-2 戦闘機の後継機の導入を開始する必要がありますから、2020年度に後継機の開発が始まったんだ。耐用命数とは運用が可能な残り時間のことで、新品時点で設定しておいた使用限度時間が、使用を続けると少なくなっていくぜ。これはここの機材ごとの使用履歴を管理し耐用命数を算定しているみたいだな。防衛省側が目指す方向性について、戦闘機が我が国周辺空域に迅速に展開し、より遠方で、敵の航空機やミサイルによる航空攻撃に対処できる体制を整えることが、極めて重要なんだ。各種の防衛作戦にとって死活的に重要な航空優勢を確保するための兵器を完全に他国に依存することは、作戦遂行のイニシアティブの喪失につながるからね。我が国においての戦闘機製造基盤を確保しつつ、主体的に我が国の防衛を実施する能力の高い戦闘機部隊を育成し、戦闘力の高い状態のままこれを維持しなければならないぜ。F2 はマルチロール機で、マルチロール機とは様々な性能を有する戦闘機のことで、ドッグファイトも対艦攻撃も、地上攻撃もできる万能機のことだね。この F2 の後継機は当然マルチロール機でなければならないんだ。3機種の戦闘機を保有することにより、相手の戦闘機に対してより複雑な対応を強いることができ、この点からも、次期戦闘機は F-35 以外の機種とする必要があるんだ。F-20 には、第5世代戦闘機で高いステルス性などがあるけど、米国政府によって外国への輸出は禁止されているんだ。F-35 は、同じく第5世代機ですが比較的小型であり将来の拡張性には一定の限界があるんだよね。英国を中心に国際共同開発が予定されているタイフーン後継機は、現時点で開発が始まっておらず、次期戦闘機として必要な機能、性能を満たすか否か、不明となっているよ。フランス、ドイツ、スペインが国際共同開発を目指している SCAS については、現時点で研究開発の途上であり、具体的な機能、性能等も不明だな。F2 の退役時期2035年頃までに開発が完了しないようだぜ。戦闘機はその時代の最先端の技術を結集し、多くの企業が関わって開発されるから、戦闘機開発によって生み出された技術は、情報の保全を前提に、我が国の安全保障のみならず、民生技術に波及効果をもたらし、
我が国の他の産業への技術力向上に寄与することになるな。2021年11月15日付財務省資料防衛によると、財務省は我が国をめぐる安全保障環境周辺における軍事活動の活発化のページで、我が国周辺には、質、量に優れた軍事力を有する国家が集中している。周辺国では軍事力のさらなる強化や軍事活動の活発化の傾向が顕著となっており、不確実性が増している状況にある。グレーゾーンの事態が長期化するとともに、明確な兆候のないまま、より重大な事態へと急速に発展するリスクを内包している。と認めておりながら、次期戦闘機の検討にあたってのページでは、近年は、航空機の機動性や費用対効果等を重視し、水力重量比や機体サイズの観点から、小型化が一般的である。また次期戦闘機開発にあたっては、F2 後継機ということを踏まえつつ、任務所要を精査し、必要なシステム構成の検討を進めることが必要ではないか、と述べているんだ。あたかも F2 後継機に関わる支出を減らせと言わんばかりだね。小型化すれば能力は大幅に低下するし、航続距離も小さくなり、給油のために期待することは敵に後ろを見せることになるんだ。また、空中給油で戦闘を続けることも必要で、この資料には空中給油機のことは記載されていないよ。財務省の考え方でこの国を守れるのか、甚だ疑問だね。何はともあれ、将来的に平和で安全な日本であってほしいものだよね。いたずらに予算面の要求すなら治安化を優先して機種選定をしてしまうと、使い物にならない戦闘機を導入することになるからな。どこかの国に国防を依存すると、その国の一存で日本のことは後回しになる可能性は否定できないもんね。完全自前は独りよがりになり、世界から取り残される悲劇が来るかもしれない。航空自衛隊の戦闘機は現在3種類で、少なくとも1種類は当然マルチロール機であって、完全に自前で整備できて、いつでも使える状態にしてあってほしいものだよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。令和3年11月に海上保安庁でも最大級とされる巡視船浅月が無事に就役したことを皆はもう知っているかな。海上保安庁機体のスーパー巡視船って噂されてるよね。尖閣への対応へのために建造されたらしいが、これでもまだまだ戦力不足は否定できないな。多少なりとも抑止力になり得ることを願うばかりだね。そうだね。さて冒頭で紹介したように、今回の主役は、この巡視船浅月となっているよ。それじゃあ行ってみよう。海上保安庁を取り巻く環境は刻一刻と変化しているけど、特に影響のあるニュースといえば、やはり尖閣諸島近海への中国海警局艦艇の侵入だよね。中国船の数は日増しに増えているし、何らかの意図を持って侵入しているのは間違いないようだね。ここまで来れば、いつ中国が尖閣諸島へのラッシュを目論み、尖閣諸島に上陸してもおかしくない状況になっているわけだが、ここら中国政府のこと、何か打算的な考えがあって、あえてそのような声声を取らないと考えてもいいだろうな。ここ数年、習近平氏が目論んでいる歴史決議が認められて、氏の権威がますます高まったらどうなるんだろうね。きっと、人民の人気取りを目指してどんな強硬策に出てくるか、正直言って心配だよ。そんな状況ではあるけど、日本だってこのまま手をこまねいているわけではないよ。日本古来の領土である尖閣諸島を防衛するため、心強い味方が登場したんだ。それこそ、今回紹介するスーパー巡視船浅月ってわけだね。2021年11月12日に就役の日を迎えた浅月は、海上保安庁が保有する巡視船の中で最大級の黎明型となっているよ。黎明型はすでに数隻の建造実績があり、浅月は3番艦の黎明型巡視船となるんだ。浅月は、2017年度予算に計上され、2019年2月25日に寄港して以来、2020年12月15日に浸水後に偽装を進めていたものだよ。無事に引き渡し式を終えた浅月は、尖閣諸島を管轄する第11管区海上保安部の石垣海上保安部に配属予定とされているね。それじゃあ浅月をはじめとする、黎明型巡視船のデータを紹介していくよ。スーパー巡視船の名前に恥じない浅月は、基準排水量6500トン、全長 150.0 メートル、最大幅 17.0 メートルのサイズで、巡視船にしてはかなり大きいサイズなんだ。武装はボフォース70口径 40mm 単装機12機、20mm 多重心機銃 M61 バルカン2機を備え、その他にも停船命令等表示装置などを装備しているよ。装備品のうち、
停止命令表示装置はよく国籍不明の艦船が停止命令を無視して逃げたと報道されることもあるけど、その時に相手に国籍に対応して周知を行う、あの装置のことだと思うよ。この朝月、巡視船のサイズを大型化したおかげで補給物資の積載量も増えたため、長期間の航行ができるようになったんだ。その他大型化によって、荒れる海での走破性や安定性を向上させることもでき、冬に荒れる海域を航行する際も、船体が安定して任務を継続する能力が向上したとされているよ。また、船のサイズが大きくなったことで、搭載するヘリコプターを大型化でき、ヘリコプターの搭載数を増やすことも可能になったぜ。ちなみに朝月には、チュララ氏の愛称で呼ばれる、ユーロコプター EC-225 スペルピューママーク2プラスを1機搭載しているんだ。だが、広く余裕のある設備を活かせば、格納庫や飛行甲板などがプラス1機搭載できる設計となっているな。ちなみにチュラワ氏の名前だけど、チュラは沖縄の方言で美しいという意味であり、チュラワ氏は美しいワシという意味があるよ。この名前は、以前那覇航空基地所属機のファルコン900の愛称だったけど、引退したファルコンの愛称を新型機に引き継いでほしいとの意向があり、ユーロコプターの愛称になったそうだね。朝月が配属される石垣海上保安部は、中国との領土問題というよりは中国の不法侵入問題を抱える尖閣諸島を所管しているよ。現状で、中国漁船は接続海域だけではなく、領海にすら侵入を繰り返している状況であり、漁船の動きをまるで誘導するかのように随伴しているのが、中国海警局の艦艇だね。ここ最近は常時4隻で航行していますが、この数は5年前よりも数が倍になっている状況だよ。さらに、艦艇の数を増やしたのみならず、今までと違った大型艦艇がやってくることもあり、中には1万、2000トン級のヘリコプター搭載掃海船が侵入してくることもあるそうだな。これらの船は、すべて 76mm 速射砲など多くの機関銃で重武装化されているから、尖閣付近を担当する1000トン級の巡視船では、到底対抗できないことが課題となってきたんだ。だけど、朝月が尖閣諸島周辺の海上警備に加わったことで、現場の負担も軽減できるし、スーパー巡視船の誕生で中国側も出方を変えてくるものと思われるよ。もともと、石垣第11管区海上保安部に配属されていたのは、那覇海上保安部所属のヘリコプター搭載型巡視船3隻ウルマ、沖縄、琉球だったけど、それぞれ中型ヘリコプター1機の運用能力しかなかったため、緊急対応や空からの抑止などの能力は不足していたところなんだ。だけど、大型ヘリコプター2機を運用できる朝月が参加したことによって、海上保安庁では、沖縄周辺海域での警備救難能力が飛躍的に向上することを期待しているよ。現在の中国の行動は、南シナ海だけではなく、東シナ海にも及んでいるね。東シナ海では、岩礁の上に人工島を建設して戦闘機や海兵隊を常駐させ、その実効支配を目論んでいることがフィリピンやベトナムなどの周辺諸国の反発を招いているんだ。領有権を主張する方法として、中国がよく使う実効支配は、周辺諸国の反発を無視してでも武力で領土を確保し領有権を主張するわけで、この流れは尖閣諸島においてもいつそうされてもおかしくない状況だね。実際、2021年に入って中国海警局艦艇の兵活動が激しさを増しており、漁船を伴う大量の艦艇の侵入に、海上保安庁の巡視船だけでは対応が難しくなっている状況だぜ。海上保安庁は、巡視船の数を増やして対応することを目指しているが、中国海警局の艦艇は年々大きくはなるし、武器の数も増え、実質軍艦と同じレベルの艦艇で乗り込んでこられると、海上保安庁への負担も重くなっているぜ。そこで、防衛省防衛装備庁は、海上保安庁の巡視船をフォローする目的で、哨戒艦12隻基準排水量1900トン、全長90メートルほどを建造する計画を打ち出し、建造を担う国内企業を募集したんだ。この哨戒艦は、2026年までに収益できるように整備する目標となっているよ。防衛装備庁が、この哨戒艦に求める任務とその内容は明らかではないけれど、少なくとも尖閣諸島などへの対応を考慮していることは事実で、日本近海で長期間活動できる航続力や乗組員の居住性に配慮すること、人員不足を解消するための運用システムの更新など、様々な取り組みがなされているものと推測されるよ。そして、海上自衛隊は最上型護衛艦の建造を進めているけど、この艦での消費とか技術やノウハウを応用することで、哨戒艦の運用が数十人程度の人員で
添え艦カノエとなるまでの進化を遂げるものと考えられているぜ。添え海艦のメソエについては、当然ですが重要機密だな。とはいうものの、日本の国内法上、自衛隊以上に武力行使をすることが困難な海上保安庁の立場から言えば、攻撃を受けた時に反撃をすることが可能なレベルの防御兵器の充実が図られるものと思われるよ。特に、巡視艇を重武装の中国艦艇から守ることを考慮し、対艦ミサイルなどは搭載されるものと思うんだ。もちろん、レーダーやソナーなどの性能アップは必須だし、無線通信用の高性能機器を備え巡視船との連携をより強化することも想定されているよ。また、深船を監視追跡するためのドローンを搭載する予定とも言われており、将来的な無人機の遠慮へのエハへも蓄積されることが推察されるな。中国もこのまま穏便にことを済ませるつもりはないみたいで、2020年11月に開かれた中国全国人民代表大会で海警法改正案が提出され、2021年2月1日に施行されたよ。その内容は、外国船が中国管轄の海域で違法に活動し、停船命令に従わない場合は武器を使用するというもので、中国側の理屈で言えば中国管轄の海域である尖閣諸島で行動する海上保安庁の巡視船などは、それだけで攻撃の対象になるという解釈が生まれるね。だけど、これはあくまでも中国の国内法であり、他国に対しての強制力はないんだよね。と言っても、中国は何をしてくるかわからない領海内で漁業に従事する日本漁船も、領海内で漁業を行っていても、中国側からの威嚇行為などのプレッシャーを受けることになり、命の危険性さえはらんでいる状況と言っていいだろうね。中国側はやられたらやり返せと、武器を使用することも厭わないのだけど、海上保安庁の巡視船は、それに対して武器で反撃ができないんだ。その理由は海上保安庁法第20条の2であり、他に手段がないと明らかな理由があれば、事態に応じて合理的に必要と判断される限度での武器使用はできるが、外国船舶軍艦及び各国政府が所有しまたは運航する船舶であって、非商用的目的のみに使用されるものを除くという規定があるからだね。シンプルに言えば軍艦に喧嘩を売るなという規定がある以上、海上保安庁への努力だけでは対応ができないってことだな。現状において、巡視船が尖閣諸島へ近海で日本漁船あるいは自分たちが攻撃を受けて、海上警備行動が発令されたとしても、相手が中国海警局の艦艇イコール軍艦組の艦船である以上、武器を使用できないんだぜ。こんな不条理なことは許せないが、まずはこの法律の改正を行うこと、そして装備として巡視船にも一定の武器を搭載すること、この3つを実現することが急務と言えるな。もし、この法律が改正されれば、自衛隊法の縛りがあるものの、日本漁船や巡視船が攻撃を受けた場合、海上自衛隊は海上警備行動や防衛出動が発せられることで、中国海警局艦艇に対する武器攻撃が可能となるね。ぜひ、海上保安庁の行動を担保し、日本国として領海侵犯に対する毅然とした態度が示せるよう、改める部分をしっかり改めてほしいものだよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。本当にいつまで経っても、中国とロシアの領空侵犯が収まりを見せねえな。こいつらがちょっかい出してくるおかげで日本の空は大忙しだぜ。まったくだよ。ひどい時は1日に何回もスクランブル発進してるみたいだもんね。この2つの国はマジで日本を舐めてるよな。一体何がしたいんだよ。おとなしく自国領空をブンブン飛んでろよ。ブンブンって。ハエじゃないんだから、航空自衛隊も大変みたいだね。もちろん何かを仕掛けてくるってわけではないんだけど、領空を犯してくる以上、スクランブル発進しないわけにはいかないからね。もちろん戦闘機を一回飛ばすのにも大変なお金がかかるからね。中国とロシアに請求したいくらいだよね。日本近海の海でもそうだけどよ。もういっそのこと領海、領空を犯してきたら撃墜しますと宣言したね。そして本当に犯してきたら一度攻撃すればいいんだよ。調子に乗り上がってよ。さすがに撃墜はまずいでしょ。それきっかけで戦争になったらどうするのさ。だから、最初に領域を犯してきたら攻撃すると宣言しとくのさ。そしたら犯してきた方が悪いだろ。いやさすがに撃墜や攻撃宣言はまずいよ。日本だからさ。あちらさんが、攻撃を仕掛けてきたらやり返すこともできるけど、ただの領空侵犯だけでは攻撃はできないね。もっとまずいのは、
わざと日本から攻撃してくるのを待ってるってことも考えられるからね。そうか、ほらほら攻撃してこいよって煽って、いざこちらが攻撃しかけたら何してくるかわかんないもんね。そうさ、簡単に攻撃できるならとっくにやってるさ。でもね、攻撃なんて過激なことはできないけど、日本だって黙ってやられっぱなしってわけじゃないんだよ。対策には取り掛かっているからね。今回はその辺を見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。ここ数年、中国やロシアの度重なる領空侵犯で、日本の航空自衛隊のスクランブル発進が多発してるんだ。さらに中国とロシアの艦隊が日本を威嚇するように本州周辺を威嚇するように航行する動きを見せたりしているんだ。これには日本も知らぬふりしているわけにもいかず対応を迫られてるんだ。こんな舐めた行為をいつまでも見て見ぬふりしとくわけにはいかないもんな。そうだよね、早急に対策しないと、どんどんエスカレートしていくだけだよ。さすがに日本政府もようやく重い腰を上げたようで、中距離サムミサイル部隊を南西諸島4島に配備することを決定したんだ。防衛費も GDP の 1% が目安だったんだけど、それじゃあ日本の防衛には足りず、21年度補正予算は7738億円を計上すると、本土の防衛体制を整えることにやっと本気になったようだね。そこで、本土防衛には欠かせない中距離サムミサイル部隊について見ていこう。2021年に入り尖閣諸島周辺や台湾周辺で、相変わらず挑発行為を繰り返す中国に対して明確な牽制を示せてなかったんだけど、さすがにどんどんエスカレートする挑発行為に業を煮やしたのか、中国の動きを牽制する方針に進んでいるようなんだ。本土防衛の要の陸上自衛隊では、奄美大島、沖縄本島、宮古島、石垣島にミサイル部隊を配備することを発表して、南西諸島の防衛を強化することを明らかにしたんだ。本当にやっと動いたって感じだな。動くのが遅すぎるぜ。やっぱりメインの防衛はまずは南西諸島周辺になるんだね。動きが遅いとはいえ、とりあえず動いてくれてよかったよね。陸上自衛隊ではこの島に配備する兵器として、車両に搭載され移動することが可能な中距離サムと呼ばれる射程50キロの、丸3式中距離地対空誘導弾部隊と同じく移動することが可能で射程が百数十キロの1、2式地対艦誘導弾部隊の配置を決定したんだ。それと、鹿児島県種子島の近海にある馬毛島では、現在アメリカ海軍の空母艦載機が陸上離着陸訓練を行う滑走路を備えた訓練基地、なんだけど、今後はアメリカ海軍に加えて、海上自衛隊出雲護衛艦に搭載予定の F-35B ライトニングの訓練もそこで行うことになってるんだ。さらに、最も台湾に近い西端の与那国島ではすでに配備済みの沿岸監視部隊に加えて、電子戦部隊が配備される。そしてその結果、南西諸島には陸上、海上、航空を合わせて9000人以上の人員が配置されている状態なんだけど、それをさらに増強していく考えのようなんだよね。それは頼もしい話じゃないか。9000人って結構な人数だよな。それをさらに増強していくってことだよ。それだけ重要ってことなんだよな。でもさ、それだけ南西諸島周辺に軍備を強化していって地元住民なんかの反発はないのかな？特に沖縄なんかは、そういうのには敏感じゃない？確かにその通りだね。この政府の動きに対して沖縄の地元紙沖縄タイムスが批判的な記事を発表したんだよ。記事の中で陸上自衛隊の共犯である、野外霊について触れていて2017年に日米共同作戦において、我が国への侵略を排除するためとされていた文言が我が国の平和と安全を維持するためと変更されたことを批判していて、自衛以外の海外での戦争を想定しているものだと強く批判しているんだ。もともと沖縄のマスコミは軍事力強化に否定的なんだけど、記事の裏付けを与える有識者団体、軍事問題研究会の桜井代表がさらに政府の考えを批判してるんだ。沖縄が戦争や軍事に関して敏感なのはわかるけどよ。実際沖縄の漁師の人たちや海に関わる仕事をしている人たちは、中国の船には、かなり悩まされてるんだよな。この考えは沖縄県民の総意なのか。桜井氏の話では、今回の野外令の改正は、自衛隊とアメリカの共同作戦を日本の有事にのみ限定していないと指摘していて、自衛隊が海外で戦争を行うことになるのではと懸念を示していて、これは沖縄県民の総意であると日本政府を批判しているんだ。さすがにこれは、こぎつけが過ぎないか。実際自衛隊は海外に何度も派遣されているが、こちらから戦闘を仕掛けたこともないし、自衛隊が海外で戦争をやらかすなんて考えられないよな。うん。
実際に中国が南西諸島周辺であれだけの挑発行為を行っているのに、沖縄の防衛を強化することに批判的なことを言うのは、少し違う気がする。実際、沖縄の人たちだって、防衛の強化に政府が動いてくれたことに安心してる人もたくさんいると思うよ。実際に中国が沖縄を中心とした南西諸島を自国の支配下に置こうとしてる行動をとっているのは間違いないんだから。本土防衛のために自衛隊が配備されるのは当たり前のことだよね。日米安保条約に基づいてアメリカ軍と共同作戦を取るのも当たり前のことだと思うよ。沖縄を含む南西諸島の航空基地を叩かれるようなことがあったらどうなると思う？そこにアメリカ軍や自衛隊が配備されていなければ、中国は侵攻し放題で沖縄はあっという間に中国に侵略されてしまう。今の防衛体制だからこそ、中国は迂闊に手を出せないってことだと思うんだ。こうしてる今でも中国の領海侵犯が繰り返されているからな。兵はのけせずに、いつ何が起こってもおかしくない状況だと考えておかないといけないってことだよな。こういうことには必ず批判や反対する人たちが出てくるよね。もちろん戦争なんて起きてはならない。本当なら兵器や軍備なんて持たない方がいいに決まってる。でも、きちんと現実を見て状況を理解しないといけないと思うよ。そうだね。全くその通りだと思うよ。普通はそういう風に考えるんだよね。沖縄に自衛隊やアメリカ軍がいなければどうなるかってね。やはりそう考えると沖縄で行われてる基地の反対運動なんかは何か別の力が働いているのではと考えざる得ないよね。基地が存在しても反対運動により運用できなければ、中国の思うつぼでは、基地の反対運動を率いてる人たちは、地元住民ではなくどこか別の地域から来た人が多いという話もある。もしそれが本当なら、中国の息がかかった人たちが中国に都合がいいように民衆をコントロールしているかもしれないよね。いや怖すぎるだろ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録よろしくね。ありがとう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 。新型コロナウイルスの変異種が猛威を振るってるみたいだね。従来のものより感染力が強いらしいな。気をつけていても感染してしまう可能性がさらに高まってしまったってわけだ。極論を言ってしまうなら、仕事や学校以外での外出はやめるしかないんだけど、そうもいかないからね。まあ気をつけすぎて悪いことがないなら、やれることは徹底してやるしかないな。そうだね。さて、今回は岩国基地に2機の B1B 爆撃機が飛来したことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2020年12月16日、山口県の米軍岩国海兵隊基地に米空軍の BB1 爆撃機ランサー2機が飛来して、同基地に2時間滞在した後、離陸したよ。2
2機は米国サウスダコタ州にあるエルスワース空軍基地所属で、現在グアムのアンダーセン空軍基地に展開しているもので、今回は岩国海兵隊基地において同爆撃機の受け入れが可能かどうかの確認のために立ち寄ったとされているんだ。今回の着陸し立ち寄ったことの意味は、作戦飛行中の B1B 爆撃機が天候急変や緊急事態などで岩国基地への着陸を余儀なくされた場合、基地側がそれに対応が可能かどうかを確認するためであったらしいね。グアムのアンダーセン空軍基地に展開している B1B 爆撃機は2020年に展開後、日本海、東シナ海、沖縄周辺において航空自衛隊の F-15、F-2 などと共同訓練を実施していて、編隊後方、防空戦闘訓練などを実施し、日米間の戦術技量の向上を図っていたんだ。ランサーってどんな爆撃機なの？ B-1B ランサーはロックウェル社が開発し米空軍が運用している乗員4名の大型爆撃機で、大型爆撃機としては珍しい可変光体翼を持つ超音速爆撃機として、岩国基地からであれば北朝鮮の平壌までわずか45分で到達することができるんだ。開発当初は核兵器搭載の能力を保有していたが、1994年に核攻撃任務から外れたことで現在の機体には核兵器搭載能力がなくなっているぜ。米空軍は2021年2月17日に、62機保有している B-1B を45機体制として17機の退役を発表しているね。米軍の岩国海兵隊基地では2021年になってからこれまで配備されていた FA-18 ホーネットの部隊を、最新鋭ステルス戦闘機の短距離離陸垂直着陸機 SVTOL-F35B ライトニング2に配備転換することを進めており、3月31日現在 F35B が22機配備されていて、最終的には32機体制になるとされているよ。また、岩国海兵隊基地には3月12日にハワイにある、パールハーバーヒッカム基地所属の米空軍の最新鋭ステルス戦闘機である F-22 ラプター6機が、自由で開かれた太平洋地域に貢献するためとして展開されているけど、これは米政府高官の韓国訪問に合わせて北朝鮮及び中国を牽制する意味が大きいとされているね。F-22 は3月17日から訓練飛行を始めており、今後は岩国基地の海兵隊所属の F-35B と共に共同訓練を展開していくとしているよ。このように岩国海兵隊基地では昨年来、米空軍の B-1B 爆撃機や F-22 戦闘機と共に海兵隊の F-35B、あるいは海軍機との連携による訓練が進められていて、太平洋、日本海、東シナ海、南シナ海、インド洋における米国三軍の連携を強化し、中国を牽制する動きが見られているんだ。本来は海兵隊基地である岩国基地に、米空軍と海軍の航空機が飛来して受け入れ体制の確認や訓練などを行う動きが活発になっているのは、ここ最近の中国軍が活発に動いていることにあると考えられるな。想定訓練も積み重ねて、もしもの時に迅速に対応できるように期待したいね。中国が台湾に武力侵攻する際に最も重要なことは、いかに米軍を参戦させないかということにあるからね。中国にとっては武力侵攻の際には台湾上空の制空権を獲得することが必須であり、それがなされなければ実現は不可能だから。そのために目の上のタンコムとも言える在沖縄の米空軍をはじめとする航空戦力を無力化する必要があり、最も有効な手段が尖閣諸島への地対空ミサイル部隊の配備であると指摘する声があるな。中国軍はロシアが開発した射程 400km の超長距離地対空ミサイルシステム S-400 を保有しており、このミサイルシステムは6つの攻撃目標を同時に撃墜できる能力を持っているぜ。アメリカの地対空ミサイル PAC-3 の2倍の射程を誇るこのミサイルは超音速ミサイルや、弾道ミサイルも落とせる性能を持つとされていて、もしこれらを尖閣諸島に配備されてしまうと在沖縄米軍は身動きが取れなくなる恐れがあるんだよね。尖閣諸島の久場島はなだらかな丘陵があり、地対空ミサイルを配備するには適していて、現状では日本人が住んでいないことから簡単に占拠することができるんだ。もし、ここに中国軍の S-400 が配備されるようなことがあると台湾上空はもちろん、沖縄もその射程に入ることになり、嘉手納の米空軍基地や航空自衛隊の那覇基地の戦闘機が迂闊に動けなくなってしまうため、嘉手納の米空軍は三沢基地ないしはグアムまで撤退せざるを得なくなるんだよね。先日のバイデン大統領による尖閣諸島への日米安保条約適用発言は、このことを踏まえた上でのものと思われ、尖閣諸島の重要性と中国に侵攻される危険性を暗に日本政府に対して警告として発したのではないかと思えるよ。
中国は必ず尖閣を占有するから、のんびり構えてないで防衛に本腰を入れろって感じかな。また、直近の岩国基地での海兵隊、空軍、海軍の合同訓練などは、沖縄から撤退する最悪の事態を想定してのものではないかとさえ思えるんだよね。2021年になって尖閣諸島近海における中国海警局艦艇の動きが活発で、4月21日には67日連続で領海内や接続水域を航行しているよ。これまでのところは海上保安庁の艦艇だけの場合には接続水域を航行し、日本の漁船が尖閣に近づくと領海内に入って追い払おうとする動きを見せているだけであるが、これがいつ中国海軍にとって変わって尖閣諸島に上陸を果たすことになるか予断を許さない状況なんだ。台湾への無力侵攻に先立つ中国軍の尖閣上陸を、今の日本が阻止することができないからな。現在の尖閣諸島近海には海上保安庁の巡視船が張り付いているのみで、いざ中国海軍艦艇が尖閣に上陸を始めたとしても、ただ警告を発することしかできず阻止する力も権限もないもんね。また、中国軍の尖閣上陸の報告を受けて海上警備行動が発令されたとしても、海上自衛隊の護衛艦は中国軍から攻撃をしてこない限り手を出すことができないんだ。後手に回ることは前提なんだね。中国軍が尖閣諸島を占拠して基地を建設し S-400 配備が明らかになってから慌てて防衛出動を発令したとしても、やはり中国軍が攻撃をしてこない限りは自衛隊から先手を打って攻撃することができないというのが現状であり、政府は法改正を急がなくてはならないんだ。中国による台湾への武力侵攻は決して対岸の火事ではなく、間違いなく尖閣諸島という領土を奪われるという日本にとって戦後初めて有事となるかもしれないよ。日本政府が今急いで対策をしなければならないのは、何が何でも東京オリンピックを開催することじゃなくて、そのための新型コロナ感染拡大対策でもなく、台湾有事とそれと同時に発生するであろう尖閣所有時に際して自衛隊が武力行使できる法改正整備であることを、菅総理大臣には認識してもらわなきゃならないんだ。それじゃ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。いつも動画を見てくれてありがとう。みんな本当にコロナに気をつけてください。気をつけてね。強い S 級の外出は、控えてほしいぜ。みんな本当にコロナに気をつけてください。気をつけてね。強い 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 S 級の外出は、控えてほしいぜ。